野崎チャンネル。ちょっ。こんにちは。さあ今年もやってまいりました。はい、ドラフト企画。ね、もうドラフト企画始めます。うん、もうこの期間です。はい。だからやっぱりね、ドラフト企画は全36回にわたってですね。そんなすることありましたっけ？まずはですね。はい。どのメディアもどの媒体もやらない、うん、はい、この里崎チャンネル独自のドラフトの通信簿です。はい、1年ずつ振り返っていって、はい、各年のドラフトは今のチームに与える影響をどれぐらい及ぼしているのか、はい、はたまた及ぼしてないのか、うん、ドラフトが失敗してるのか、うん、成功してるのかを測るっていう、うん、それによって今年の今シーズンどうなのかっていうのが見えてきますよね。そうそうそう。だからまずはですね、全球団12回の過去のドラフトを振り返ってですね、はい、まあ、特に昨年のドラフトをピックアップしながら、ドラフトの可否をですね、はい、見ていくっていうのをまず12回行われます、うん、はい、で次に各チームどのポジションどの選手を今年のドラフトを取った方がいいのかっていうドラフト前にこういう戦略でこのチームはドラフト行った方がいいですよねっていうドラフトを12回取ります、はい、そこでね、私とかいつも先生もね、そう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 、選手ちょっと言ってったら結構当たったりね、そうそうそう、するんで1年で一番好きな時期だしそうです先生が一番気合いの入ったらしいんで輝けるね、でドラフトあります、はい、で終わってから全チームのその今までのねこの全24回の、うん、振り返りを確認しながらどういうドラフトが行われたかっていうのを、はい、12回取るんで、はい、36回ね、皆さん、わお、長丁場ですけども、はい、これがもうメインコンテンツだから、うん、ここまでやってるとこないから、はい、前のドラフトをね、うん、振り返るね、ちょっと耳が痛い話になってくるかも分かりませんけども、うん、はい、ね、皆さん頑張っていきましょう、はい、ということで、ね、今日がですね8月25日です、はい、ドラフトまであと2ヶ月いやでも、振り返っていかなきゃいけないから、そうです、振り返るのも今でもできますから、しかも24個取んなきゃいけなくて、はい、編集もいるから、はい、早めにスタートしないとドラフト当日までに終わらないっていう、はい、ことになってくるかな、はい、でまあ、振り返りはね、うん、まあ、まだあとシーズン30試合ぐらい全チームありますけれども、はい、大きくは変わらないというところで振り返っていこうというところで、はい、今日はですね、まあ、現状のね、うん、順位でいこうかなっていうところで、はい、まあ、現状今最下位なんで、まあ、日本ハムからね、うん、いきましょうというところで、はい、まあ、去年のドラフトでいうとね、まあ、1位矢沢、2位金村、うん、3位加藤、4位安西、5位奈良間、6位宮内っていうね、ところ で育成で藤田、中山、山口、山本っていうところがね、取っててですね、はい、去年の里崎チャンネルのドラフト評価で、里崎が言ってたこと、はい、ね、日本ハムってドラフト3位の加藤の入団決定前に撮影だったんでね、うん、入団するかしないかで戦力が大きく変わるでしょうとね、うん、加藤本当に日本来んのかと、はい、そのままアメリカに戻ってメジャー挑戦じゃないのかっていうところもまだ分からなかったんで、ね、はい、あと豪介選手ね、はい、でこのドラフトでいきなり2023年に戦力が変わる感じはしない、うん、ドラフト2位の金村は先発で上沢、加藤、伊藤、ポンセ、ガントに次ぐ5、6番手入りできるかどうかでしょうねっていうね、ちょっと怪我があったんでね、そうなんですよ、いい感じでね、うん、5、6番って入ってくるんじゃないのかなと思ったけど、ちょっと怪我が回ったっていうね、投げましたけどね、うん、中間層の投手で活躍している選手が少ないと、うん、で金村がここに入れるかどうか、はい、だから今年もちょっと中間層なかなか上がってきてないよね、はい、奈良は加藤次第だと、うん、ね、加藤が入団するかどうか、はい、矢沢は近藤の FA 次第で活躍できるかどうかが変わるっていうところでね、もう大体当たってんじゃん、大体そうですね、だから去年のねドラフトの、うん、総括で言うとですね、はい、日本も新庄監督、うん、いいドラフトができたと、うん、まずは矢沢君と僕の希望だった加藤君が無事に指名できてよかったと、うん、全体的に即戦力が多いのは、うん、僕が来年勝負をかけているので、うん、できたら即戦力を取りたいとスカウトの方々にわがままを言ってその方向に行ってもらったというところで、即戦力、まあそんなならなかったですね。ただ加藤選手やっぱ出てきたら結構いい活躍して、そうだね、一時ね新人から何試合連続安打っていうところで、うん、まあ、加藤選手ね、まあ、今年のここまでの成績ね、はい、2割2分5厘ホームラン5本打点14、うん、でももっと期待してなかった正直、そうですね、戦力にはなってないことはないけども、はい、だって普通の新人とは違うわけじゃん、はい、もうアメリカでも、ね、メジャーでも出てるし、うん、アメリカの 3A とかも含めて、うん、実績はあるわけだから、はい、いわば外国人選手補強とカテゴリー的にはそんな変わらないと思う、うん、ってなった時に今年29の年だから、
だからまあここからまだね成長するっていうところはあるだろうけども、もっと活躍するね、まあ、イメージあったから期待値としては、うん、期待値としてはね、うん、だからこれじゃちょっと物足りないね、はい、続いて、まあ、矢澤選手ね、はい、いいポテンシャルも見せてるけどもっていうねところだね、まあ、ピッチャーはね、うん、2試合登板っていうところで打つのがね、まあ、1割7分7厘と、うん、37試合出場と、うん、まあ、ホームラン1本っていうところで、こちらはまあ即戦力としてはちょっと難しかったね、うん、まあ、もちろん今後ね大きく成長していくっていうところで考えると、まあ、そのドラフトを取った時の、うん、そのイメージとはうまくいかなかったよね、はい、で金村選手ね、先ほど言ったように怪我っていうところで、はい、怪我しなかったらもうちょっとね生きてたようなイメージあるけども、防御率 2.45 1勝1敗、うん、3試合登板っていうところで、まあ、怪我っていうところで、でまあ、うん、安西選手はね未来高校生だから、うん、これはね未来に向けてっていうところで、はい、私のおすすめ枠だったんですよ。そうなの、静岡の、はい、2軍でも1試合も投げてないな。いや俺これいつも思うんだけど、うん、怪我じゃないんだったらね、はい、結構どこの球団も最近多いのよ、うん、1年目投げさせないっていう、はい、ずっと投げてたわけでしょ、うん、高校の時は、はい、っていうことは投げれるわけでしょ。そうですね。それなのに1試合も公式戦2軍でもよ、うん、投げさせないで体力作りってそこまで必要って俺は思うんだよ。試合に投げた方がモチベーションならへん本人も、とか経験値にもなりますよね、うん、で宮内春樹、まあ、さっきちょっとピッチャー行くけども、はい、日本製紙石巻から、うん、26歳だからここも多分即戦力としてねうまくいけば取ったと思う、年齢的にもね、うん、まあ、一軍ではね、まあ、初勝利を挙げて15試合登板、はい、6.48、うん、ちょっと防御率がねちょっと悪いかなっていうね、最後の試合は8月ですか、ソフトバンク戦ね、はい、今現状ね、自責3っていうところ で、うん、で2軍では 2.25 だから2軍ではいい感じだよね、うん、17試合登板で、はい、まあ、全部リリーフかな、うん、だから1軍の登竜門としては2軍で1点台っていうね、うん、ある支障があるからね、はい、そういった意味ではいい感じで2軍でできてるから、はい、もう一つなんかね、そうですね、うん、またでも来年以降また期待できるような、うん、あとはもうこの終盤ね、うん、ひょっとしたら出てくるかもしれないから、はい、そういった面ではまあ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 、まあ、いい感じではね来てるけど、まあ、年齢があるからね、そうです、社会人経てというところですからね、そこら辺はねもう来年にでも一気にっていうところが必要になってくるかなっていう、ね、そっか今27なんですね、もうね、そうそうそう、今年ね、そっか、うん、はい、で、奈良間選手ね、はい、これ私のおすすめですから、静岡ね、トコキクですから、トコキク多いね、多い、そうですね、で、ネアリゴブクグリンね、ホームランに、まあまあいい感じで、まあ、38試合、うん、ちょっと出場試合数少ないけども、はい、まあ、こっからで考えたらまあ60試合ぐらいは残り試合考えてもまあ出るんじゃないのかなっていうところで、まあ 40% ぐらいシーズンでいうと、まあまあ1年目で5位で感じでこうなってくると、まあまあね未来に向けてはいいのかなっていうね、まあバリバリ即戦力っていうところにはなってたわけじゃ1年間で考えるとないと思うけども、まあいいのかなっていうところはねあるけども、やっぱり全体的にはやっぱりこう2023年のシーズンを大きく変えるようなまあドラフトではないっていうところだったのかなっていう、まあ未来は分かんないけどね。そうですね、うん、まあ、佐藤さんの今年っていうね2023年の戦力じゃないっていうのは、うん、ちょっと当たってたなっていう感じ、うん、そうだね、うん、だからまあね金村の怪我ね大きそうですね、あ痛かったから1回日本も4位まで上がったじゃないですか、うんうん、そこでまたね戦力がそうだねいたら変わったかもしれないですしね、うんうん、で、その前の、感情を見てみるとね、はい、2021年立つアリゾの水野、坂口黒柳投手ね、で長谷川松浦北山上川端っていうところで、うん、まあ、この年のこのまあ日刊スポーツの評価だけども、はい、チームをなんとかしないといけない状況というのがあるので、たくさんの選手たちを指名できたのはありがたいこと、うん、今回に関しては、上位で評価していた人が下の方で取れたところもあるので、バランス的には良かったんじゃないのかなっていうね、うん、ところで重複を避けつつ将来有望の高校生右腕を獲得したというところでは、タツは高校ビッグ3に引きを取らない能力を秘めている、うん、ストレートの力が強くさらに上積みが望める大型右腕だっていうね、うん、でまた強打のアリゾの2位で取れたのが大きいっていう、だからまあ今年で言えばまあ2年目ってことだね、はい、でその中で考えるとタツね、まあ、今年1軍では登板してないけども2軍では防御率 5.15 だからね、だからまあ育成としてはしっかり投げさせてると思うんだよね、うん、10先発投げてるけど、はい、でも14登板10先発でイニング数が 43.2 イニングしか投げてないっていうことは、先発しても5回投げてないっていう感じになるよね、正直。だからまあそこら辺はもう球数で交代っていう風に日本ハムだから決めてんのかなっていうところはあるけども、 43.2 イニングで基本塁打8ってちょっと打たれすぎてるんだっていうね、うん、ところはあるけども、まあまあまあもうちょっとだいぶ時間かかるかなっていう感じはある、ね、はい、まあ、まだ成長過程ってところですね、うん、そうそう、もうちょっとね、うん、はい、でピッチャーでいうと、黒柳投手、こちらもね、はい、高卒っていうところでも、うん、2年目、2軍で防御率 6.10 13試合登板、うん、3先発
まあ、こちらももうちょっと時間がかかりそうかなっていうね、はい、長谷川投手大卒ね、うん、はまあ1軍でね3試合投げて、まあ、防御率 0.00 っていうところ で、まあ、2軍で防御率 3.50、うん、6勝っていうね。で2軍でもリリーフ29試合で、まあ、安定的にリリーフでは2軍で投げてるかなっていうところはあるんで、まあ、1軍でも、ね、抑えてるから、まあ、だから左っていうところでね多分ポジションがないんだと思うんだよね。今1軍にリリーフは川野とかね、はい、あと宮西とか、うん、もうあの左側からが、うん、ちょっとポジションがないね、左多いんですね、うん、っていう感じで、だから悪いとかじゃなくてちょっとポジションがないかなっていうところでね、はい、まあ、今はちょっと我慢して秋待ちっていうところかな、はい、次松浦投手、うん、松浦投手は2軍で防御率 33.75 っていうね、うん、2試合登板っていうところでここからまた成長しましょうっていうね、はい、北山投手、まあ、今年ね、うん、あの先発になって6勝5敗 3.41、 まあまあなんか予想より先発もいけるなっていうね、うん、感じはするけども、最終登板が8月3日のロッテ戦でそこから投げてないから ねちょっと空いてますね、まあ、あとは先発初登板だからもうちょっと体力的に疲れたかなっていうね。だからフォームが乱れるっていうのはもう体力的に疲れて乱れていくことが多いから、うん、はい、まあ、そういうところはちょっと体力強化必要なのかなっていうね、うん、上川畑ね、はい、上川畑去年の活躍見てたらだいぶ物足りないよね、うん、2割1分4厘、まあ、ここが物足りないから多分奈良間とかがね出てこれるっていうね、はい、で今は山田遥とかも出てるし、はい、あのそういったところでなかなかちょっと定まらないっていうところがあるから、だからこういったところももうちょっと高校生がね、まあ、あと 2,3 年かかるか正直ね、その1軍のしっかりした戦力になるの、うん、でその前が伊藤、磯畑、古川、細川、根本、今川っていうところだから、うん、だからこの3年の2020年からドラフト振り返っても1軍の絶対的戦力ってなってんの伊藤大海だけだからね。そうですね、正直その前の2019年のところを考えても川野と伊藤大海だけだからね。しかもピッチャー2人だけだから、あと鈴木健也投手がねちょっとまあ良かったけどね、うん、長続きしてないっていう、はい、でまあ18年のところでは野村ね、万波、そして福田が今ね、はい、ラウト7位っていうところで出てきてるんで、うん、でまあ17年の清宮っていうところの、まあ、高校生がねやっと出てきたかなっていう感じはあるけども、ドラフトこの戦略見ていくと、うん、大卒より上の、はい、即戦力と言われる人たち、うん、の野手が、はい、全く定位置にいない。うん、そうですね、レギュラーメンバーほとんどちょっと前に取った高卒の野手が多いですもんね、うん、その前の2016年だと石井がね、うん、今ここも掴みきれないっていうところだし、うん、2015年も野手が総崩れなんだよね、うん、でその中で、まあ、上原この前ね完投したっていうのも良かったし、はい、で加藤隆もね、うん、いい感じで投げれてるっていうね、で、まあ、井口もでもリリーフって感じだし、で14年に遡ると、まあ、有原、清水、浅間とかでしょ、うん、で13年渡辺、岡もいないでしょ、うん、で12年大谷翔平でしょ、11年松本、近藤でも松本も高卒だよね、帝京からね、うん、西川春樹が高卒だもんね、はい、うん、大野、中島拓也ぐらいか、中島高卒じゃない、中島高卒、その前だと陽でしょ、はい、中田でしょ、ダルビッシュでしょ、うん、糸井だってピッチャーで取って野手になったからね、うん、最初から野手じゃなくて小屋の大野だよ、大卒以上で取って、はい、この近年のドラフトで絶対的レギュラーを取ったの。へえ。他高卒ばっかりだもんですね、うん、だから大卒より上で、はい、大卒社会人で取ってきた野手があの絶対的レギュラーになって活躍したのが2008年の大野まで帰らないといけない。でその前で言ったら2002年の小屋の、うん、いやここはちょっと、はい、もうちょっと、うん、スカウトもやっていかないと、それはちょっときついね、うん、時間かかりますよね、うん、時間かかりすぎるし、さすがの高卒もそんな何人も全員高卒でっていうチーム構成って、はい、まあ、ないと思うんだよね、はい、だからそこがアマチュア球界のなんか一番いい選手を取っていくドラフトスタイルってよく言ってたけど、はいはい、そうなってくると結局キャッチーに取り上げられるのは高校生とピッチャーになってくるから、うん、はい、そういうところの変調がこう来てるんちゃうかっていう、普通1位に大卒のもう野手とか今年1番の野手とか、うん、とかを、まあでも 2位3位とかでも別にいいんだけど、うん、社会人大学生でもっとこの、うん、取ってこないとちょっと過去のドラフト見ても、はい、これはちょっと考えないといけないかもわからないね。磯畑選手とかね、もっと出てきてほしい感じありますよね。そうそう、絶対的だね。であと奈良間選手とかやっぱ矢沢選手に期待したいですね。そこら辺が全くこの大卒社会人でうまくいってないから、うん、そこら辺はちょっと過去のドラフトを振り返ると、はい、ちょっと今の低迷の、うん、はい、
チームのところの一つの原因要素なのかも分かんないけどね、うん、振り返っていくとね、はい、うん、まあ、でも新庄監督は即戦力を多く取りたいというふうに即戦力としてまあ取ってる人たちなので、だけど即戦力には残念ながらそこまでなりきれてないところがやっぱ今のチームのね順位とかになってるから、まあそこら辺もまあ今年のドラフトはね取り組む必要があるけども、まあそうなった時にどういうふうな戦略を立てなきゃいけないのは12個終わった後です。はい、次の12本目っていうかね、うん、だから13本目です。13、はい、そうですね、はい、っていうところがね、うん、過去のドラフトから見る今の日本ハムのチーム状況っていうね、はい、ところだと思いますけども、うん、まあ、ファイターズのねファンの皆さんから見たらどうでしょうかっていうところでね、はい、さあということで、はい、1年間だけのね、はい、取る前の監督も含めたコメント、はい、でそれによって整合性どうなのかっていうところ、うん、これは2年後3年後4年後、うん、変わってくる可能性は10番から、はい、1年間だけだから、ね、うん、これが一生じゃないってことを分かってもらって、はい、去年のチームの思惑と、うん、去年のドラフト、はい、1年間終わっての、評価は、はい、C です。おー、まあ、2022年のドラフト1年終わった段階で、そうそう、これはもしね、はい、あの来年になったら B になる可能性もあるし、うん、A になる可能性も5年後に S って言われてるかもしれない、の可能性も十分ある、うん、1年間だけの去年見てね即戦力を取っていった、うん、で即戦力でやっていきたいっていう中で、まあ、現状そこまでめちゃくちゃ即戦力になった選手はなかなかいない、もうもちろん怪我もあっただろうし、はい、いろんなね思惑と違うこともあったかもしれないけど、まあ、それはね結果として仕方ない、はい、その中で、まあ、評価は1年間っていうと、まあ、C に、はい、なってくるかなと、うん、で2021年で言うと、はい、評価外だからね対象で言うと、やっぱまだ高校生だから、はい、ここからどこまで、まあ、評価の対象にないっていう、ね、うん、ところで、まあ、北山上川端が頑張ってるっていうところもあるけども、はい、まあ、そう考えると、まあ、21年も C かなっていうところは全体的にはあるかなっていうところもありますけど、はい、まあ、去年だけのね、はい、あの1年間でって言えば思惑としたら C です。はい、ドラフト通信簿中日へ、まあ、今年ね、はい、まあ、最下位と現状ね、はい、というところで、まあ、佐々木の予想が当たりますねっていうね、はい、前年も含めたねドラフトをチェックしていきましょうというところで、はい、昨年のね、うん、ドラフト総評価中日編素晴らしいドラフトだった、ね、上位で即戦力投手、二遊間の選手を取って、高卒の捕手も取ったというところで、まあ、その前の年がねブライト鵜飼、石森、宮で星野、福本っていうところでね、まあ、外野手を多めに取ったというところで、まあ、普通でね、阿部兄弟が、うん、まあ、結果的に抜けたっていうところで内野手を厚めにしたいっていうね、はい、ところではその編成上ね、うん、その選手が活躍するかじゃなくて、うん、そのポジション上を埋めるところでは非常に良かったんじゃないのかと、はい、で中日の弱い原因は中間層の空洞かと、うん、30歳前後のレギュラークラスっていうのがいないと、うん、で先発に若干空きがあるから中地が頑張れば入れるかもっていうところでね、はい、まあ、ドラフトに、うん、なってきましたけど、まあ、昨年の、ドラフトでも、ドラゴンズね、はい、立浪監督欲しい投手ね、永瀬投手でね、抽選なしで取れたのは大きかったと、うん、で12球団終わるまでドキドキしながら見ていたと、で描いてた選手で指名できなかったのが日本航空市川の内藤選手を3位で取れなかったのは残念だけども、内野4人指名は二遊間は豊富な時に取ってこないといつ出てくるか分かんないから、それを取れたのは良かったと、はい、でバランスは非常にいいと、ドラフトとしては100点でしたっていう、ね、おところを言ってるんだけども、はい、まあ、そのねまず去年のドラフトを評価していきたいんですけども、はい、まあ、中地ねレイヤ投手っていうところで、まあ、1回ね先発した時にいきなりねちょっと痛めて、うん、降板してっていうところになりますけども、まあ、ここまでね5試合登板5先発、防御率 6.95 1勝4敗っていうところになりますけども、今結構ローテーションとして、まあ、守って投げてはいますけど、まあ、評価としては、はい、変化球の制球が悪すぎるっていう、まあ、前回ね、まあ、今日8月25日だけど、うん、まあ、前回の登板の時でも、うん、スライダーカットボールっていうところでストライクが取れないで、うん、もうまっすぐツーシームオンリーみたいな、うん、でそこをヤクルト打線にボール先行でストレートを狙われてっていうところで、うん、なってくるんで、まあ、いいストレートねツーシーム投げてるから変化球の精度、うん、もうこれだけ上がればもっといいピッチャーになれるんだけども、はい、この変化球の精度っていうところが、まあ、ここからどうなるかなっていうね、うん、ところで今で2位がね村松選手ね、はい、うん、もう今ね1軍で試合に出てるっていうね、ほぼまあこっち、うん、そうだね、はい、うん、ところで、まあ、2割3厘、ね、うん、ホームラン一本、はい、まあ、なかなか厳しいね、いいとこで打つんですよ、いいとこで打つこととかも
あったんですけど、さよならも2、3回今のね、はい、日本の評価対象の中で俺は今の袴田さんの発言が一番ダメになっていってると思う本当ですか、うん、もう私親心なんでちょっとそのね、いい選手はいいんだよ、でもたまに打つぐらいじゃん、はい、でもそれをいやいいですよねってみんな言うんだよ、でもプロ野球で一番大事なのは、うん、コンスタンスで結果の、ね、残せるかどうかは勝負なんです、そんなもうポーンって結果残せないようなやつは、うん、それはプロ入ってきてないんだよ、はい、それ一発の能力があるのは分かってるんだよ、うん、それをコンスタンスに出して1年間アベレージで戦えるかどうかがプロ野球では一番大事なところであって、うん、はい、それは10日に1回とか1週間に1杯ぐらいいいところで打ったりとか長打だったらそれはいい選手は間違いないんだよでもそれでいいっていう評価は俺はもうダメだと思うんだよ、いいとは言ってない、うん、だからそれをもうね、はい、それだけを取り上げるんじゃなくてもうここは厳しくそんなんじゃダメやって言っていこうっていうね、でねこう言った時に、はい、里崎お前はどうなんやと、はい、お前一軍出始めたの5年目ぐらいからやないかって、うん、いやだからクソでしたよって言ってんの俺は、はい、その時に、うん、もし俺が里崎チャンネルやってて、はい、里崎っていう選手がそれだったら全然やろもうこれ使えんやろと、うん、打撃が俺で入ってきて、うん、これじゃあまあ1年目ずっと怪我してたっていうのもあるけども、はい、全然即戦力ちゃうやん、うん、評価は D ですとかってね、はい、って言われたんですね、言ってたんだ俺はね、はい、だからそれはもう仕方ない、でもこう1年だけだから、うん、こっからこの村松選手はね、はい、もっとすごくなっていくかどうかは、うん、こっから彼の頑張り次第 で、 そうです、ね、1年だけドラフト前の評価を、うん、と皆さんの評価を1年だけで判断すると、うん、まあ、これはまだまだ寂しいよね、いやまあそれはそうですよ、正直ね、うんうん、スタメンもね時もありましたけどやっぱそんな落ちましたからね、で、ドラフト3位森山投手、阿南光から徳島県、うん、これも怪我もあるし、まあ、高校生だからね、はい、高卒ですよね、うん、高校生っていうところで、うん、2軍ではね4試合投げて 3.13、 4先発、はい、クオリティスタート2回、うん、もちろんもうそこそこいい感じで来てんちゃう、だからこれぐらい欲しいよね、はい、やっぱりその高卒だからって言って投げないより、うん、まあ、多分怪我してなかったらもうちょっと投げてると思うんだよね、投げてます、ね、はい、だからやっぱ高卒でも定期的に、うん、毎試合、ね、ローテーションじゃなくてもやっぱこういう育成プランは俺はいいんちゃうかなって正直思うよね、はい、で山浅投手キャッチャー、うん、これはまあ未来にね、はい、向けてでしょ、うん、高卒出身ですからね、結局高卒で、まあ、1軍で、ね、宇佐美も取ってきたし、うん、でも1軍で2打席立ってるんだよね、おー、で2軍で1割7分、はい、ちょっとバッティング頑張らなかった、うん、でも1軍に当ててもらってるんですね、ねえ、で次いで、浜、はい、翔之介、独立リーグから、あ、独立リーグからか、うん、1軍じゃミス出場、2軍で1割9分8厘、これもだいぶ頑張んなきゃいけないね、2軍で1割台って、うん、まあ、でもドラゴンズも2軍もちょっと連敗街道待ちぐらいなんだもんね、ちょっとやばいんだもんね、あ、そう、今そうなんですか、うん、なんとかさんっていう人が2000年以降で1軍も2軍も一番弱いってなんか、あ、赤溝さんね、あ、そうで、田中美希は、はい、怪我したのがね、うん、これがちょっとドラゴンズにとったら想定外だったからっていうね、はい、で、福永、序盤めっちゃ出てたけど一気にスタメンからね、そう使われなくなったっていう、はい、2割4分7厘、うん、ホームラン2本、途中めっちゃ良かったけどな、はい、でもなんか守備がっていう声もあるんだよね、だからまあそこら辺がね、まあ、89試合出場2割4分7厘、まあまあ新人としたらまあまあ頑張ってる方だと、はい、で最初こう村松か田中かみたいなところで、うんうんうん、それを抜いて福永選手出てきましたからね、そうっていうところでね、まあ、26歳っていうところもね、はい、年齢的に、まあ、今年だから27歳の年ってことだもんね、うん、だまあそれはもう一発ね、他は大学生だからね行きたいっていうところもあるけども、はい、まあなかなか苦しかったね、うん、チームとしてはそうですね、うん、そのね中瀬選手もまあ期待通りの活躍即戦力っていうところにはならなかったし、うん、村松、田中っていうところも、まあ、もう一つね、うん、まあ田中選手は怪我っていうところもあるけども、ちょっと期待値はちょっと超えられなかったし、まあ、福永選手頑張ったっていうところで、はい、まあまあ1年間ね頑張るのはなかなかね、うん、きついところもあるけども、はい、その前のねドラフトが、うん、2021年、はい、ブライト鵜飼、石森宮、星野福本、評価は D です、はいってなっちゃうよねこれそうですね、でも構成上は良かったのよ、はい、構成上は、うん、右の外野が欲しいと、うん、そこで1位2位やと、はい、いうところでね、構成上は非常に良かったのよ、うん、でも期待通りには働いてくれないっていうね、ブライト選手、鵜飼選手も今年もチャンスって結構ね、うん、でも結局よ、現役ドラフトできて細川が全部重なったから、そうですね、で大島が休む時は今トレードできた川越とかが出てるわけでしょ、うん、あとは代打に後藤、うん、俊太とかね、はい、加藤翔平がいたりとか、うん、細川選手がハマりましたからね、ブライト鵜飼ちょっと立場上めっちゃヤバい状況やな、うん、っていうか一歩間違ったらこの2021年のドラフトめっちゃ頑張んないと、はい、正直なかったことにされるぞ、しかもこの時の中日大田監督、将来的にも長打力のある野手を揃えられた、投手はもう
一人と考えてましたが100点満点じゃないですかね。理想通りのドラフトができました。変装の方たちが時間をかけて探してくれた選手を指名できました、うん、ちょっと悲しく聞こえるよねこの今頑張んないとまだ2年ですから、うん、まだそうだね、うん、そうまだ2年なんです、ね、100点満点ですって言ってますから与田さんね、うん、100点満点理想通り編成の方たちの時間をかけて探してきた選手、はい、編成の人たちの思いも全部組めて取れた、うん、はいです、はい、嫌だろうな俺にこんなこと言われると本当ですよね前言ったこと掘り返されてその当時はそう思ったんですもんだってすごくないだってもう2021年の新聞まだ持ってんだから D だとしてもそうそう来年上がるかもしれない、うん、そう A にもそう S にもね、はい、それもう全然その時だって D から S になってんだから、はい、それはもう今の現状を言ってるだけだから、ね、未来は分かんない俺未来を否定してるわけじゃないから、はい、危機ですけどどう変わってくるか分かんないですからね、うん、そうそうそうでもやっぱドラゴンズはさ、まあ、去年も多分言ったと思うけどもこの2011年あたりから2017、18ぐらいまでの野手をほぼほぼドラフト失敗してんだよね、うん、正直でこれやっと2019年の石川岡林っていうところがあいいですね、うん、やっと出てきて、うん、で20だったら今まあリューク、うんまあ、ちょっと俺は物足りないけどもうちょっと厳しくチームとしてはした方がいいんちゃうかと思うけどっていうところが来ただけにね、はい、でまあ今年の村松とか田中とか福永とかがね、うん、今後どうなるのかっていうところではちょっとドラフト上ね2010年ぐらいから2018年ぐらいまでのこの約10年弱の間のドラフトが、うんちょっと特に野手にまあその木下とかいるけどね、はい、まあ安倍とかもう京田とか出しちゃったしね、うん、2015年ドラフトまあ全体的にいいですね。そう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 ちょっと野手がね野手そうですね、うん、しかも今年はねこの育成ドラフトで松山の野中樋口っていう松山もリリーフだよね、はいうん、これ多分ライデルいなくなった時の未来の守護神やな松山は、はい、このままもし行けばね、うん、それぐらいこのね中日の育成っていうところではこの松山はね、うん松山が一番活躍してるよなこのドラフトの中で、はい、1年間で言うと、はい、っていうぐらい松山選手はいいっていうところと、うんはいまあ、ドラゴンズはやっぱりこのね野手がなかなかってところで、まあ、19年からのね石川岡林が出てきて、うん、で細川っていうところで、まあ、去年のドラフトで取った選手たちがどこまでこう成長してカバーしきれるかで、うん、未来のドラゴンズは変わってくるな、はい、正直ねそうですねこの 2,3 年前の人たちがいい分この去年のとかが伸びてきたらチームとしてどんどん強くなっていきそうですよね、うん、で大島がね 2,000 本まあもう打つだろうし、はい、もう多分この出る頃には打ってるだろうしね、はいでその時はまあもう晩年だからそこ誰か入れなきゃいけないといったところでまあ外国人か、うんはい、もしくはブライト海とかがすごい成長してくれて、うんまあ、万難みたいに、ねはい、なってくれるとブライトとかもねいい感じで埋まってくるから、うん、だからやっぱ去年今年のドラフトの人たちがどこまで戦力を上げてレギュラークラスに、うんはい、あと球界を代表する選手に野手としてね、うん、なれるかどうかが多分ね、はい、中日の未来を背負ってるからかなり大事になってくるんじゃないのかなって思うね、うんはいまあ、その中でね去年のドラゴンズのドラフトの1年間の評価は評価 B です。おお B か、まあ、松山はねもう今もうね核になってる、ねうん、育成だけどもでまあ福永村松っていうところがもうちょっと頑張ってほしいかなって村松とかはあるけども、うん、まあまあいい形で見せてて1軍にはいたという、うんまあ、中地もまあ課題はあるとはいえね、うんまあ、いい形でここまで、まあ、もうちょっとのところもあるけどね、はいまあ、勝利はありましたしね、うん、田中明がっていうのもあるけども、はい、まあまあ B かなっていうね、うん、ところはこれがもし C だったら A なんて多分つけるところなくなっちゃうそうですねはいっていうところなんでね、うん、この課題をねここ最近のドラフトの課題も含めた今のチーム事情を含めてね、はい、また13回目以降にね、はい、戦略は練っていきたいと思います、はいはい、さあ今日はドラフト通信も、はい、埼玉西武ライオンズ、はいね、まあもうちょっと厳しいでしょ、うん、ご紹介ゲームですし、はいね、まさかの山川がいなくなるっていうねところでまだ基礎か基礎かも今日の状況では分かってないんで今後どうなるか分かりませんけども、はいうんまあ、その中でね、はいまあ、これドラフトの通信簿ですから、うん、チーム状況を解説するわけじゃん、はい、ドラフトです、うんね、昨年のドラフト1位蛭間2位、古川、ね、高卒外野手、うん、で野田、ね、捕手高卒で青山、山田そして児玉で、育成で、野村、モンテル三浦これぞ、はいっていうところで、うん、昨年のドラフトの里崎の評価はですね、うん、1位2位3位野手指名で、
意図が分かりやすくいいドラフト、うん、まあ、それは何でかっていうとね、この2021年のドラフトが隅田佐藤、ね、うん、でキャッチャーの方が田黒だとね、うん、ピッチャーを取ってるんだよね、はい、で最後6位で中山っていうところで、うん、じゃあピッチャーを取ってるから、やっぱそんな毎年毎年ピッチャーもいらないだろうと、うん、で投手陣はね、高橋光成、今井松本とかね、いい後ろも含めていいピッチャーいるからね、はい、そういうところでは野手指名っていうところの 1,2,3 っていうのはすごいね、分かりやすかったと、はい、パ・リーグで一番いいドラフトかもしれないと。でもパッと見よ、1年で考えたのよ、はい、一番いいんちゃうかっていう。いや、めっちゃいいと思いました。1年だけね、はい、これ今後は未来は分かんない、うん、1年だけで考えると、はい、パ・リーグで一番いいドラフト、うん、で外野手のレギュラーがいないので、うん、昼間開幕スタメンあるかも、青山が下手したらリリーフ抑えに入ってくるかも、ね、で6位児玉指名はひょっとしたら源田の FA 移籍の危機管理かっていうところで、はい、まあ、源田はね、うん、もう残留するのがね、うん、長期契約で、どう、ちょっと佐藤さん、これハマりすぎてません？1年ドラフト終わってすぐだからね、はい、俺ね、はい、まあ、それはもう何言ってるか忘れるじゃん、はい、正直ね、うん、見た瞬間、はい、俺そんな的外れなこと言ってないね、うん、あの西武に関してほぼピタリじゃないですかね、うん、まあね、昼間の開幕スタメンはなかったけども、はい、うん、まあ、2軍でもめちゃくちゃ3割何本もめちゃくちゃ打って、はい、まあね、育成して、うん、しっかり準備が整って、うん、まあ、渡辺とかもそうじゃない、うん、今年の西武あんまり無理して引き取りないからって若い選手を上げなかったんだよね、はい、長谷川とかもそうなんだよね、うん、でそれをしっかり使って、うん、もう1軍上がってきたらそのまま勝負させるっていうところで、うん、まあ、意図があったから開幕スタメンなかったけども、はい、今はいい活躍ね、本当そうですよ、もうめちゃくちゃね、はい、外野手もね、うん、なってきて、うん、で、なんて言っても、はい、佐々木チャンネルウォッチャーの青山が、はい、うん、リリーフ抑え、開幕抑え行ってたからね、この間も抑えて、ね、まあ、リリーフも来てて、はい、まあ、いい感じでね、うん、数字上は 3.86 防御率、31試合登板、うん、1回先発してて、はい、3セーブ、まあまあ新人でドラフト4位って考えたら、うん、まあまあね、いい活躍、いいです してんじゃないの、はい、正直ね、だってこの間は増田投手がいる中、うん、増田ちょっとやられちゃってね、 そこで次にっていうところでね、そう、うん、でまあね、ピッチャーで言えば山田ね、山田選手、これあれだね、近江高校の山田は2軍で2試合しか投げてない、先発1回、うん、12.2、だからもうちょっと投げさせたいよね、まあ、怪我してるのかも分からない、ここはちょっと怪我の状況は分からないけども、はい、やっぱその大学生とか独立リーグとか社会人相手じゃなくて、やっぱりもうちょっとね、やっぱ投げさせてもいいかなと、高卒1年目でもっていうところはあるけどね、はい、で昼間は今は打率2割3分3厘ホームラン2本、うん、ちょっと落ちたね、俺が思ってた感じより、でも左には3割1分7厘打ってるからね、右1割8分5厘だから、やっぱこれ右ピッチャーをちょっと攻略していかなきゃ、はい、左には強いけどね、うん、ちょ右に攻略していかなきゃいけないっていうね、はい、ところはあるけども、で、古川選手2軍でも1試合しか出てた、うん、怪我かな、でも高卒やからまたなんか育成プログラムとか言ってんのかな、うん、でもたまに試合出してやらないとつまんないよね、うん、正直で次、野田選手、はい、キャッチャー好きだね、西武キャッチャー野田っていう名字2軍で、12試合出場、1割5分より、まあまあ、これはもうここからね、はい、修行だね、で、児玉選手、はい、児玉選手もね、源田がね、WBC で骨折してからっていうところで、はい、うん、最初、結構いい案だね、埋めたね、2割1分8厘、はい、2軍では2割7分5厘、うん、だから、この児玉、滝沢とかがね、はい、多分競い合う形になるけども、うん、まあ、源田がいないところ、頑張って穴埋めたなっていうね、ところもあるけどもね。はい、まあまあいい感じで、西武のとの強化ですね、松井監督、はい、初めてのドラフトでドキドキワクワクしたと、点数をつけられないが本当に楽しみと、これどういう意味だったんだろうね、点数はつけられないけども楽しみ、だ点数っていうことは100点じゃなかったんだね、あ、まあそうかもしれないですね、でもそれか何点ですっていうのにそもそも疑問を感じてた可能性もあるね、あ、まあ、松井さんが言いたくないっていうのありますよ、やっぱり100点とか80点っていうのも失礼だしね、はい、みんなそれぞれいい選手だから、うんうん、80とか70に言いたくないって、しかもウェーバーとかだから、うん、できることとできないとこあるから多分100点はないと思うんだよね、うん、そうですね、そんなこと本当に欲しい人だけ取れたら100かもしれないですけど、だからその好きじゃないのかもしれないね、もともとね、俺もそっちのタイプ、うん、プロの世界に足を踏み入れるわけだから一軍で活躍するという強い気持ちを持って新人行動自主トレに体を作ってきてもらいたいと、ヒルマは自分のポイントで広角に打てて、僕よりもバッティングはいいと思うと、甲子園で結果を出したスター性があり山田選手ね、気持ちの強い選手っていうね、僕よりバッティングいいと思うっていうところがちょっとなんかかっこいいですけどね、いやそれは絶対ないよそうですかえぐいよ松井和夫さんは知ってますよ、えぐい、あれよりえぐい、はい、なかなかやぞ、でもそのだからそれぐらいいい選手って
じゃないですか、松井稼頭央さんは。でそれを自分を上げているっていうのがちょっとかっこよくないですか。あとね、山下スカウト、走攻守高いレベルの外野手、昼間ね、広角に打てる打撃、全プレーが魅力で早い時期の、早い時期でのレギュラーも期待っていうね、はい、ところではまあまあね、いい感じで、はいね、できてるんじゃないのかなっていうね。いや相当ですよ、うん、でまあ西武はね、うん、本当にまあいつも言うけども、その前がね、隅田佐藤高賀っていうところで、はい、これね佐藤もリリーフになって、で隅田もね、うん、今年去年はね苦労したけども、はい、やっぱ去年苦労しても使ったことによっての成果がね今年出てていい形でね、うん、活躍もしてるし、古賀もね、うん、あの森が抜けて今いい形でね、うん、キャッチャーになってるから、バッティングもいいところで、ね、うん、見せるしね、はい、これも 1,2,3 いい形だからね。そうですね、うん、非常にいいと。で56年も渡辺がね、うん、やっと今出てきてね、別件ね、うん、これもいい形で来てるし、はい、でこれ若林がねあの怪我もあって、うん、ちょっとね、そう1年目見た時の元通りっていうところには戻ってはできましたけどね、うん、そうそう、なかなかなってこないから、ここら辺どうなんだろうっていうところもあるけど、今年水上由伸投手とかもね、あ、そう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 、下位にいるからね。19年もね、まあ、宮川が、いたりとか、まあ、柘植ね、で岸がね、はい、八重にいたりとか、うん、で18年も松本ね、うん、渡辺雄太郎がね、もうそろそろ出てきてほしいっていうね。そうですね、これどうなのかなって、期待値はめっちゃ高いから、もうそろそろ出てきてほしい、うん、で山野辺で、やはり森脇ね、うん、佐藤、森脇ちょっとね怪我もあったりちょっと病気のこともあったりするんで、はい、あれだけども、で、17年が西川ね、この前ホームラン打ったんで、はい、平良与座でしょ、うん、で、16年が今井ね、源田ね、平井、はい、で田村、うん、ね、で鈴木翔平もいるし、はい、で15年が、まあ、田畑もちょっとね、ちょっといろんなことがあったんで、ウネンティ川越選手が2位だった、うん、川越ね、本田圭佑投手も投げてますね、うん、で14年高橋光成ね、外、うん、崎ね、13年森山川ね、うん、うわぁすごいな、で12年増田ね、で金子ね、毎年いる、毎年います、こんなチーム、わかんない、今まだここ見ていくけど、はい、ないよ、西武ドラフトやっぱやばいな、もう毎年言うけど、はい、何回見てもやばいな、すごいですね、西武のドラフト、うん、編成スカウティング能力何なんだろうね、このあと先発チョイスね、はい、でちゃんと上位が活躍してるじゃないですか、そう、こう上位がね、はい、必ずちゃんと、しかもスーパースターだって言ってるんだよね、うん、はい、この球界のね、ですね、うん、でしかもこの、うん、ね、大卒とか、はい、高卒とか、うん、ピッチャーとか、うん、野手とか、うん、偏り全くないんだよ、ないです、補強しなきゃいけないところを補強して、うん、そいつらチームの中心になってくるの、はい、でもなんで B クラスなんやってなるじゃん、はい、そう理由あるんだよ、こんなに出てきてんのに、まあ、それはもう、でも皆さん結構分かってる、分かってる、あれじゃないんですか、やっぱ、うん、やっぱ2球団、あ、違うか、西武イーグルスじゃなかった、イーグルスだけじゃないですか、あ、違うかった、はい、イーグルスだけじゃないんだ、いろんなとこに、ごめんごめん、間違えしていろんなとこに、うん、はい、やっぱりね、はい、ドラフトも出てくるんだけど、うん、チームからも出ていっちゃってそうなんですよねあと、なぜか試合に出れなくなっちゃう人が出てくるっていうね、はい、とか、西武の試合に出ない人が増えちゃうっていう、はい、こんなにいいのに、うん、一時期すごい強い時の西武のスタメン、多分ほぼ今いないですもんね、うん、あの一番秋山翔吾みたいな、そうだよ、だって FA なかったら西武最強説っていう、本当そうですよね、下手したら10連覇ぐらいしてるぞ、はい、ちょっとじゃあさ3年前ぐらい考えようよ、はい、まあ、そこでも西武とか、ね、優勝してるけどもね、はい、だってピッチャーさ、うん、だって高橋光とか今井とか、はい、まあ、だって涌井とか岸とかいるわけでしょ、はい、で野上とかも出てないでしょ、はい、菊池雄星も出てないでしょ、はい、バリバリ強いよ、菊池雄星でしょもう右左もバッチしよう、はい、でキャッチャーも森下みたいにいいんでしょ、はい、ずっと、うん、ファーストはまあ山川、はい、だからもう DH 山川だね、うん、とかおかわりで、うん、で、殿崎と浅村が併用されて、はい、ショート源田でしょ、はい、で、秋山、栗山、はい、ガイア、うん、そしたらもう殿崎とかも外野行ってる可能性あるそのメンツだったら、はい、えぐいな、そうですね、うん、えぐいよ、ここもし殿崎レフト、センター秋山、ライト栗山、うん、で、ファースト山川、うん、で、セカンド浅村、はい、サードおかわり、うん、ショート源田、でキャッチャー森、で DH 誰か、うん、ってなったら、はい、エグいな、いや、すごいっすすいません、勝てんぞエグいよ、すごいっすね、うん、毎日エースだって、はい、で、打線、ジャパンですかみたいな浅村選手いて、森選手いて、山川選手も、まあ、いるですね、うん、うん、まあ、下手したら、はい、森おかわり6番、7番とか8番とか、うん、1、2番誰だ、どうすんだよ、殿崎、秋山、秋山、殿崎、秋山、殿崎で、うん、浅村、はい、山川、うん、森、5番に森選手がいて、うん、で中村、はい、で DH、うん、で栗山、はい、源田みたいな、源田選手もね9番みたいな、源田忘れてたみたいな、はい、逆に、はい、
ね。でも外国人いらない感じですよね。そうだね。メヒア選手しかいなかったじゃないですか。うん、そうだね、うん、でもドラフトでも抜けてんのにまた古賀も出てきたりね、はい、こう昼間もいい感じだし。そうなんですよね、うん、これはもうね完全に、西武はですね、はい、ドラフト A です。はい、これはこの去年のね、うん、去年の1年見てのドラフト、うんうん、これはまたね A から B に下がっていくね、うん、可能性も、はい、ありますけど、やっぱり昼間ね青山児玉っていうところがね、うん、まあ、1軍でしっかり頑張ってるっていうところも大きいしね、はい、結果も残してて、でまあ高卒のね、3人はまあここからだからね、はい、大卒で社会人から取った選手たちは、うん、まあ、そこそこ1軍で頑張ってるっていうところを考えたらね、はい、いきなりね代表クラスとかは無理あるけども、うん、ここまで1年間通してしっかり頑張れてるっていうのはね、健太の穴も埋めれたし、ね、はい、結構良かったんじゃないのかなっていう個人的には思いますし、はい、西武全体のドラフト A です。でも S じゃないですか。 S だね、 S、 もう神だね、神です。神ドラフトばっかりですよね、はい、西武のドラフトはもう毎年褒めてても外れないね。うん、外れた年もほぼなかったですもんね。これえげつないな。だって1位もよ、蛭間、隅田、渡辺、宮川、松本、斎藤、今井、田和田、高橋、森、増田、戸亀、大石、菊池だから2009年、1位がほぼ外れないですよね。ほぼもう8割方、うん、もう確になる、はい、チームの、うん、まだ今年も ね、 西武がどんなドラフトをするかね、はい、楽しみだし、まあ、それはねどういうところを補うかはね、また次回お伝えしていきましょう、うん、はい、さあドラフト通信もヤクルト編っていうね、はい、ところで、うん、昨年ね1位吉村、はい、2位西村、3位沢井、4位坂本、5位北村、うん、課題は先発投手と外野って俺が言ってて、うん、吉村が今年の新人王候補筆頭やと、はい、ね、鳥谷と一緒に見た映像でもナンバーワン投手やと、はい、お互い言ったと、うん、ね、阪神の次にいいドラフトやと、はい、よしよし、佐藤さんそうですよ。だってドラフトの映像とか見て吉村投手もベタ褒めでしたもんね。よかったよな、2勝2敗防御率 5.12、はい、でも2軍では2勝0敗はい、防御率 2.11、うん、まあ、怪我もあったしね。そうなんですよ、怪我も、はい、だからそこちょっと想像できなかったね、うん、怪我分からないですからね、うん、ドラフトの時よ、高津監督、はい、投打ともに高校生、大学生、社会人とすごくバランスよく交渉権を獲得できたところは非常に満足できるドラフトだった。来年再来年だけじゃなくその先のスワローズを引っ張ってくれる5人だと思っていますと、数年後にチームの中心になって活躍してくれるんじゃないかなと、点数はつけられないですが非常に満足していますっていう、うん、ところで、はい、まあね2連覇だったから、はい、そんな今すぐ何かをっていうところもないから、うん、まあでもちょっとピッチャーなりひんから、うん、吉村1人ねしっかり取って、はい、あとはね育成も兼ねていければ今すぐ必要じゃないしっていうところのドラフトだったから、うん、まあちょうど良かったんじゃないのかなっていうところはあるけどもね、はい、吉村が新人王、うん、無理やな、あ多分今の状態だとね、うん、でもよ、はい、野手、はい、沢井、うん、まあ、今も1軍でいるけども、うん、ドラフト3位のね、はい、沢井中京大から、はい、まあ、1軍ではね打率0割9分1厘、うん、だけども2軍上ホームラン17本だから、はい、そういった意味では高津監督が言うね、まあ、今年ねちょっと塩見が怪我したりとか、うん、ちょっともうバタバタしちゃってね使わざるを得なかったっていうところと、あとはもう正直もう消化ゲームだから、はい、来年のためにも使ってるっていうところもあるけども、2軍で1年目からホームラン17本だからな。そうですね、もともと大学の時からパンチ力がこう定評のあった選手でしたしね、だからね、うん、まあ、1軍でっていうところはまあここから慣れも必要かなっていうところあるけども、はい、まあまあな、うん、いい感じやんな、育ってる感じはある、もう正直ですね。であとはドラフトね、はい、あの5位の北村、はい、中央大学、こちらも2軍でホームラン10本、うん、打率2割5分より1軍来てねホームラン、あれ満塁ホームランやんか、うん、いいところで打ったし、まあこれもまた慣れだから、でもいい感じでね出てきてんだよ、ね、内野とか外野っていうところでね、うん、2軍でも、はい、だからであとドラフト2位の西村君ね、うん、まあ、1軍では出場ねしてないんだけど2軍で打率1割7分5厘なんだけども77試合で240打席立ってんねん、あ経験はすごい詰まってる、うん、で高卒1年目でね、はい、こういったところでは、うん、高校通算54本打の強打、うん、ね、ホームラン3本今2軍では、はい、だからしっかり経験も詰まって将来的にねっていうところも考えれば、うん、まあいいね、あの育成してるし、坂本投手2軍で6試合登板先発1回で防御率 1.64 で11回投球回数、うん、いい感じに投げれてるやんな、ってことは毎回こう2イニングずつぐらい投げてる感じですね、うん、そうだね、うん、いい感じですね、1点だ先発した時に3イニング3、4イニング投げてあと1イニングずつかもかって、ね、あそうですね、うん、まあそういった意味ではみんな出てますね、でも2軍でね、うん、で吉村だけがちょっと想定外だったね、あ、まあ、だから戦力としてっていうところではもうちょっとできると俺は思ってたけどね、うん、はい、であの近年のね、はい、ヤクルトのドラフト、うん、
見てみると、はい、やっぱこの2021年の山下、丸山、柴田、小森、竹山、ここね、うん、まあ、丸山今頑張ってるけどね、山下がね怪我もあってなかなか出てこれないっていうところは痛いよね。今年投げてないですからね。うん、正直今だったらこの2021ドラフト C 評価だからね。21年ドラフトですね、うんうんうん、で20年ね、はい、木澤、山野、内山、本山、並木、あ、半分ぐらい出てきてますね。まあ木澤と内山だね、うん、で、まあ、並木もね、はい、いい形で頑張れたしね、うんうん、で、あ、そのあれですよ、育成の方に赤羽選手とか、ああ、ホームランね、昨日、うん、初ホームラン打ったじゃん、はい、でもそこら辺がいっぱい出てきてるってことは、うん、逆に言うとよ、この澤江とか北村も、まあ、だから弱いんだよ、ヤクルトの今年そういうとこがもう出ざるを得ない、まあね、あの、うん、通常レギュラークラスが怪我してるっていうところもあるけども、はい、そういったところが出なきゃいけないところが思い通りにいってないところではあるよね、うん、で19年、はい、奥川、吉田、杉山、大西、竹岡、竹尾、長岡、竹岡、うん、まあ、4、5位、6位の方が活躍してるよ、ね、1、2、3位何やってんだよみたいな、奥川も怪我 ね、うん、で18年も清水ね、あ、清水のぼ、うん、でもここ清水だけだね、坂本はロッテ行ったしね、まあ、浜田選手、坂本選手で、たまにの久保か、それだと村上を押した、塩見、金久保、宮本、松本、だから、まあ、毎年一人ぐらいはいい感じで頑張れてるのが必ずいるからね、うん、ドラフトとしてはまあまあ悪くないんだけども、はい、チームの足りないところを多分補わなきゃいけないから山下、吉村取ってんだよね、はい、やっぱ今年も先発苦しいじゃんね、うん、だそこを補いきれてないところが結局は誰かがダメだった時に補いきれてないから、うん、まあ今年のね5位になっちゃったかなっていうね。そうですね、山下、吉村が補い切れてたら、うん、もうちょっと優勝3連覇するかどうか分かんないけど、うん、A クラスにはいたと思うんだよね、うん、そこを来れてないっていうところが吉村、山下のところがちょっと厳しいなっていうね、うん、あとは山野ね、木澤の2位のところね、はい、この辺のピッチャーどうにかしようっていうところの戦略、ドラフト上は俺は悪くなかったと思うけど、うん、そこら辺がうまく伸びてこなかった、伸びさせれなかったっていうところが穴が開いた時に埋めきれなかった今年のもろさだったからっていうね。そうですね、ドラフト1位ずっとピッチャー取ってますもんね、うん、そうそうそう、だから球団としても分かってんだよね、はい、でも分かってるところを補えなかった。だってヤクルト2021年のドラフトで最初のくじを当てられなかったが、左投手に野手、高校生野手、投打と、あ、投手とバランスよく指名できたと、うん、予定通りと、上位3人は大学社会人、4位5位は期待と大きく成長させていかないといけないと思う、勝てるチーム選手に育ってほしいっていうところでね、上位3人、ね、大学生、山下、丸山ね、柴田っていうところを取ってるけども、柴田もね、うん、うまく日通から取ってるけど、うまくいかないっていうところで、うん、この大卒社会人のピッチャーがね、こう近年ドラフトでうまくはまらなかったっていうね、まあ、この2020年の木澤ははまったけど、そこ先発としてはまらなかったのが痛かったよな。そうですね、でも奥川投手が若くして出てきて、あ、これはいけるぞってなったのにまた怪我しちゃったっていうのが、うん、また一つね、痛いですね、うん、育ってっていう。そうだね、うん、そういったところでは西村投手もこう、うんうん、10勝できるかもみたいなね。いや、楽勝でできると思ってたけどな言ってましたもんね、10勝は、はい、10勝は楽勝やと思ってたけども、うん、でもまあ1年のドラフトとしてはね、悪くなかったんちゃうかなっていうね、うん、まあ、1軍の戦力にはなんなかったけど、はい、でも1軍の戦力として多分即戦力として見込んだのは多分吉村だけだったと思うんだよね、うんうん、まあ、そういったところではね、去年打力はすごかったですからね、村上選手筆頭に、うんうん、まあ、そういった中では、はい、2022年ドラフト、はい、評価は、はい、C です。あ、まあそっか、2軍じゃもん活躍してんの、ね、1軍だもん、うん、1軍いないから、そうですね、ほぼほぼ結果残したやつだから、こう5年後 A になることは十分ある。5年後の A の期待値はすごい高い、ね、吉村投手が柔軟勝負して、で沢井、北村とかも一軍できてバリバリになって、うん、ね、うん、っていうところで、うん、ね、坂本とかも伸びてきて、うん、みたいな。でも1年間で言えば C やな、はい、やっぱり吉村が、そうですね、うん、やっぱり期待してて、うん、結果残さなきゃいけないところをやっぱ残しきれなかった。あと序盤援護もなかったっていうところもあるからな。そうですね、あそこ形やってたらね、ポンポンっていけた可能性もあるけども、うん、援護なかったっていうところもあるし、これはもう厳しく C やな、うん、はい、うん、可能性はめちゃめちゃ秘めてますね、うん、でももう見えたな、今年のドラフトで誰取らなきゃいけないか。お、あ、それは、はい、10話後ぐらい10話後ぐらい、そうですね、10話後ぐらいです、はい、おすすめ選手をね、そうそうそう、この球団にはこの選手がいいんじゃないかと出してきますから、はい、ね、はい、ということでヤクルトのファンの皆さんどうでしたか、はい、今日は楽天ドラフト通信簿チェック、はい、はい、
昨年のドラフト、うんね、石井 GM 兼監督は、はい、スカウトさんと一緒に考えていた完璧に近いドラフトだったと思います。まずポテンシャルというところを大事にしましたと。庄司は即戦力というプレッシャーをかけずに大きく育ってほしい、うん、将来的に中心選手になれるような投手になってほしいです。それだけのスケールの大きさを持っていると思いますというところで、庄司、小箱、渡辺翔太、伊藤真央、平、林、うん、で育成で辰巳、古賀、竹下、永田っていうところのドラフトになりましたけども、まあほぼ即戦力を取っているという、うん、なんて言ってますか、はい、佐藤さんは、はい、石井監督の進退をかけた2023年優勝しますというメッセージが伝わってくる、うん、目先優勝ドラフト、お目先優勝ドラフト言ってました、はい、失敗すると暗黒時代に突入する可能性があ あるって、はい、で庄司、駒子は先発入りになるかどうか、まあ、そこがね鍵になるか、うん、どうですか暗黒時代突入大丈夫ですか。いや意外と頑張ってます、うん、頑張ってます。頑張ってます。庄司ね、はい、ここまで15試合先発してるから、なかなか1勝目が遠かったんですよ。遠かったの。15試合先発した中で、うん、今3勝3敗、僕 3.09、はい、まあまあいい感じだね。この間も勝ちましたね、うん、途中ちょっと飛ばしたけども、うん、まあしっかり1年間でね、はい、まあ、このままいけば、うまくいけば20試合ぐらいね、うん、先発するって考えれば、はい、まあまあいい感じで、いやかなりいいんじゃないでしょうか、うんうん、でもドラフトに駒子、はい、どこ行ったの。駒子の新人王候補だって、駒子の方がいいんちゃうかみたいなね。いやそうなんですよ、やっぱり石井さんも庄司投手も即戦力だけど、うん、すぐではなくていいって言ってたじゃないですか、うんうんうん、駒子投手はすぐ使って庄司投手はちょっと成長させながら、うん、将来でエースにって思ったと思うんですよ。2軍でね、うん、35試合登板全部リリーフで、はい、防御率 2.87、はい、で1軍では4試合登板で防御率 9.00 っていう、うん、あとはその3位の、渡辺翔太、はい、とかめっちゃ頑張ってます、うん、リリーフが今結構いるんだよね、だからそこに入ってこれないのかも分かんないね、はい、そうですね、駒子投手最近も投げて、うん、だから安楽、酒井ね、で渡辺、孫、で松井、うん、内が伸びてきたっていうのもあるしね、はい、だからちょっとなかなか順番が回ってこなかったかも分かんないね。そうですね、渡辺翔太投手今すごいいい活躍してるじゃないですか。いいね、めちゃくちゃいいね、防御率めっちゃいいと思いますよ、うん、1.57、はい、6勝2敗36試合と、はい、いいね、いいです、うん、伊藤真央投手も25試合ぐらい投げてるから、はい、うん、序盤ね、うん、そうそうそう、いい活躍してくれました。で平、はい、フレッシュでも良かったからね、はい、うん、でもちょっと出るとこないね今ね。そうですね、阿部も良くなってきたし、うん、ね、でフランコちょっと波あるけどね、はい、うん、で鈴木大地がいて、うん、小深田がいろんなとこ守ってるからね、はい、で浅村も状態いいし、うん、ちょっと内野はちょっと、うん、出るとこ出るとこない、はい、で林、ドラフトの時の涙がかなり話題になりましたけどね、うん、まあ2軍で投げてるけどね、はい、で辰巳試合か、うん、なりました。でも試合か上げてなのに1軍に来ないんだよね。ああ、まあ、まあそうですね、まあ、まずはまだ同じく2軍でっていう。でもそれだったら試合下に上げなくてもよかったのに、まあ、育成でも2軍の試合出られますもんね、うん、やっぱ育成が試合下に上げるってことはやっぱ1軍の試合出すってことだから、はい、メッセージとしたら、うん、だから7月の末だからには試合下になってるわけでしょ、はい、うん、もう1ヶ月以上経つのに1軍に1回も上げへんのやったら試合下にしなくてもよかったんちゃうかっていう枠が1個埋まっちゃうじゃん。まあそうですね、うん、正直俺すぐ上がるのかなと思って、あのフレッシュの後だったからね。えじゃあ育成と2軍の違いって何なんですか。いや育成選手っていうのは2軍の試合には出れるけど1軍の試合には出れないんだよ。で試合以下の選手っていうのは1軍の試合に出れるんだよ、はい、だから育成選手が2軍の試合にしか出ないんだったら、はい、別に試合以下にする必要ないのよ、まあ、今しなくてもいいって感じ。そう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 、何なんやろなっていうところの疑問はあるけども、うん、足はめっちゃ速いからね、はい、ってなったところでどうですか目先優勝ドラフトって。はい、いやでもまあ思ったよりうまく回んないよね。3勝じゃきついもんな、うん、多分、うん、このピッチャーたちは頑張ってる方だと思うんです。渡辺翔太投手にしろ庄司投手にしろ、うんうんうん、伊藤真央でも何悪いの。援護がなかった。今援護爆心中だよ。今爆心中。序盤の援護が今爆心中なさすぎた、うん、序盤に援護があったら浅村も状態悪かったしな。そうなんですよ。で島内もな、うん、悪く最近ちょっと無茶してきたし、阿部ちゃんも調子悪かったし、調子のいい選手は一人もいなかったんで序盤は。そうだ、足りひんところ補ってな。ピッチャーやっぱりピッチャーがやっぱりこう高年齢化してるから、うん、はい、まあ、若手にスイッチしなきゃいけないっていうところで、まあ、よかったから、うん、まあ、来年以降も含めていい感じの可能性は十分あるで、はい、全員がまあ駒子も1軍では投げてないけど、うん、2軍ではいい形で投げてるし、はい、で庄司1軍で投げてて、で渡辺翔太もいいし、で伊藤真央も1軍で投げててっていうところもあるし、で平もねいい形で あの打撃とか守備とかもしてるし、はい、で林も結構2軍でもいい形で投げれてるから、うん、今年だけで言うと評価は B やな、はい、でも B かな、 B プラぐらいいきます。 A です。おー
あ、渡辺翔太頑張ってるしね、はい、で伊藤はもう頑張りだし、庄司もね、勝ち星は3勝3敗だけど、はい、15試合も先発ちゃんとしてるから、うん、っていう意味では1年間で考えるとまあまあ良かったんちゃうかっていうね、うん、A だ ね、まあ、正直もっと頑張れるかと思ったけどね、1位2位は ね、まあ、結果としてはね、うん、でもまあまあいいんちゃう。しかも未来に向けてもね、はい、うまくいっていけば高年齢がねシャッフルできるチャンスもあるし、はい、ドラフトとしては正直良かったんちゃうかっていうね、うん、まあ、暗黒時代はだから入らなくて済んだっていうことでよろしいですか。済む可能性出てきたね。お、うん、うまくいけばね、うん、あとはあの俺の意見が全てじゃないかって。いや、そうなんですけど。私はかなり影響されやすいんで。でね、2021年、はい、吉田安田前田対松井西垣古川、うん、あ、吉川で宮堀柳沢大河、うん、吉野も2軍の試合出てないんだよね、怪我かな。そうですね、うん、情報はあんまりないんですよね。安田もスタートね華々しかったけど、うん、はい、結局試合出てるの隅谷と太田やもんな、うん、選手ですからね、うん、で前田対松井、まあ、今一軍来てるけど防御率 5.5 台ちょっと悪いんだよね、うん、で西垣吉川、宮森ももっと今年一気にいくかと思ったけど、去年の感じだとなあ、うん、ちょっと伸び悩みやな。そうですね、ちょっと21年ドラフトが C やな。今出てる人がほぼいないですね。宮森選手は一軍いますけど、で20年早川高田藤井内間入江内、まあ、内がね、はい、でも本当は高田とか藤井とかがもっと出てこなきゃいけないんだけどね、ちょっと中津飛ばったね。藤井投手も結構投げてるけどなんか定着してないじゃん、うん、まあ定着はしないです、ね、まあ早川は今年いい感じでね、はい、できてるけど、その前は小深田黒川鶴崎武藤福堀滝中水上、うん、あ、小深田選手、そうだね、うん、黒川だいぶ伸び悩みやな、これは。いや、でも出るとこないですよね。いや、チャンスいっぱいあったけど掴めてないじゃん。まあ、そうですね、結局は出るとこあったよ、正直。まあ、確かにこの序盤とか一歩間違ったら小深田とかチャンスなくなるぐらい黒川チャンスあったよ。山崎剛とか、うん、より黒川もチャンスあったけど全然打ってない、掴めてない、掴めてない。これちょっとピンチやな。でもちょっと2軍で出すぎてものすごくこういい感じに日焼けしてましたね。そうなん、2軍で打ってんのかな。3割なんだよ、2軍では打ってんだね、うん、一軍の壁だね、はい、その前が辰巳太田、菊池雄佐藤渡辺、王吾、鈴木翔、いいね、この年すごいです。うん、その前が近藤、岩見、山崎、渡辺、田中、西松、寺岡、その前があれだね、はい、山崎剛選手です、うん、ぐらいですね、大体藤井池田、田中、菅原、森原、もうチームにおらへんやつばっかりやね。結構そうですね、もう出てます、ね、池田もおらへん、森原もおらへん、うん、高梨も全員違う球団で頑張ってんで、本当ですね。違う球団っていう、うん、そう元気だけどっていう、うんうん、本当だね。だからそう考えるとやっぱピッチャーが入ってきてないんだよ、先発。そうですね、早川ドラフトでいうと、まあ、早川ぐらいだからね、だから補おうとしてるんだけどピッチャー入ってきてないんだよね、うん、早川投手、庄司投手ぐらいですね今ね。だから絶対的エースいないもんね。どこまで帰らないといないの、逆に12年まで帰らないと。だから10年間いないんだよ、がっつり先発ローテ入るピッチャーが、うん、それ先発きつくなるよ、ね、そうですね、うん、則本投手が2位ですよ、その前だったら三馬だもんね、うん、でその前だったらマー君だからね、うん、マー君長いか、いやそれちょっと先発全然うまくいってへんな、だから苦しくなるんだよね。やっぱドラフトでピッチャー補えてないところが、うん、やっぱ今のやっぱ投手陣高年齢化に来てるよね、うん、だからリリーフとかね、渡辺とかね、うん、で松井裕樹もそうだし、であと鈴木空、藤平投手とかもうちょっと出てきてほしいですね。うん、そうだね、うん、うん、だからリリーフは補えてんだけど、あと謎に池田、森原、高梨っていう、はい、あのチームを離れて頑張ってるやつら。それで取ってきた選手が活躍してないんだよ。トレードは俺はめっちゃいいことだと思うんだよ、はい、でも出した選手が活躍しました、それはそれで素晴らしいじゃん、はい、だから今の日本ハムみたいに宇佐美出しました、はい、宇佐美中日で大活躍、うん、サヨナラも3本、うん、素晴らしいじゃん、はい、でも取ってきた郡司もめっちゃ打ってて素晴らしいじゃん、はい、で出した斉藤左ね、うん、リリーフで今中日で頑張ってるから素晴らしいし、はい、山本もいいじゃん、投げてます、ね、これ最高じゃん、はい、楽天って出した選手がめっちゃ活躍して、うん、取ってきた選手が活躍してないんだよ。でもまあちょっとフォローすると森原投手出しました、うん、もう抑えにもなって大活躍です、うん、伊藤幸也選手来たんですよ、うん、でも一応伊藤幸也選手のこの歴代では自己最高を更新してます。でも森原の方が活躍してるよ、同じぐらいの活躍、まあ、伊藤も頑張ってるよ、はい、まあこっからだね伊藤は。でも森原投手の活躍はもう素晴らしいです、うん、あの高梨出して、あの出した瞬間にリリーフ足りなくなったんですよ、しかも左ね、はい。
で池田、まあ、いや大変です、うん、そこら辺もあるけども、去年のドラフトのこの4人はめっちゃ林くんも含めて5人、ここがどこまで踏ん張れるかどうかで本当暗黒時代突入かどうか本当決まりそうだ、はい、ちょ投手陣全くうまくいってないんでね、うん、特に先発ね、先発がね、うん、まあそこら辺は年齢高くなってきてるんで、うん、課題だね、はい、まあ、ということで、はい、まあ、ドラフトはね A ということで、はい、はい、さあ巨人のドラフトの通信簿チェックということで、はい、昨年のドラフト、はい、1位浅野、2位萩尾、うん、3位田中、4位門脇、5位船場様、全員1軍にいます。おお、しかも同時にだからね、はい、すごくない？すごいね。しかも結構みんな活躍してますよ。そうだね、うん、じゃあ俺なんて言ってたか言った、はい、言ってあげて。巨人は投手野手ともに全体的に高齢化、うん、30前後のレギュラーがいない中、1位2位で外野手を獲得、うん、門脇獲得には中山に満足していないというメッセージ性がある、うん、で船場様、田中の2人に今回のドラフトの評価がかかっている。2人ともリリーフで即起用される可能性があると。意外とドラフト後のコメント当たってますね。俺意外とやっぱり分析する目あると思う。はい、うん、でその中でね、はい、浅野も今、うん、一軍で8本、お、予言、はい、予言者いるよ。あれ、そんな予言ありました？うん、シーズン前にした予言あんのよ。なんか予言会ありましたもんね。うん、浅野が10安打とかって言ってて、はい、一軍で、いやいやいやみたいな、高卒1年目やでみたいな言ってたらホームランも打つし、はい、今8本だから、はい、あと2本、でもあれ2本打ったら当たるの、予言。そうですね、打つな2本ぐらい、うん、打ちそうですね。でも3本打ったら外れるで。そうそうそう、で2桁ヒットとかじゃなくて10本って、10本って、だから11本だったら外れるよ。見えてた10本打つの。いや、もうバッチリやな、タイミングさえ合えばと思ってたんです。そうなの、はい、高卒1年目やのに、はい、でそれぐらい能力なかった、高松商業の時からね、追ってたんで、ドラフト好きやで追ってたんですよ。あれ、グータッチやめるとかって、グータッチやってるよ、まだ。どうですか、やってます、まだグータッチ。しっかりやってる、たまに激しい時あるからね。見えてないから先生、画面に。俺も巨人予言何言ってたか忘れたわ。忘れたね、うん、私原監督グータッチを今年はやめるって予言して。まあでもその中でね、はい、浅野も一軍でホームラン打って、はい、萩尾もね、うん、今一軍に上がってきてて、はい、まあ、なかなかまだね、萩尾の方はまだそこまで思ったより、ね、はい、あの結果っていうところがね、残せてないけど、うん、田中千春も今一軍で頑張ってる、結構投げてますよ、うん、29試合、はい、で防御率 5.57、 リリーフなのにちょっと一発秒あんねん、はい、あの32イニング投げてホームラン4発打たれてるからちょっと多いよな。で失点22あるから、うん、もうちょっと頑張りたいね、はい、でもまあまあまあね、リリーフでいいから、はい、あと船場様、うん、いい感じで投げてますよ。いい感じで投げてるからね、はい、今防御率 2.95 だからね、うん、で25試合と、はい、っていうところで、うん、いいね、はい、感じ。門脇ね、うん、昨日もいいところで打ってたしな、はい、まあ、坂本もね怪我したりっていうところで、まあ、サード守ったりいろんなところで守ってるけど、うん、ちょ中山もう壊れちゃったんじゃない、うん、逆に。そうですね、でも中山も2割4分4厘ね、うん、打ってるからね、うんうん、門脇2割5分だからいい競争相手だね、はい、全員一軍すごい、ね、高卒がいるにもかかわらず、うん、全員一軍、うん、こう評価A です。おお、早い。A しかないやんな。そうですね。ジャイアンツドラフト後、原監督。今日は本当に100点ですね、はい。抽選で久しぶりに当てたからな、ジャイアンツ。あ、そうだ。何連敗？さんとね、そう。浅野は三拍子四拍子揃った大きなスケール感ある選手になってほしい。うん、浅野くんはちょっと時間がかかるかもしれませんが、あとは即戦力でプレーできる選手と思っている。投手2人、野手3人、外野内野ともう完璧だ、うん。思い描いたミーティングしてた通りのメンバーで指名することができたと思って。うん、そんで全員一軍やからな、はい。言ってることも現実的になってるし、うん、結果としても素晴らしいからね。はい、完璧やな、うん。じゃあなんで B クラスやねんっていう。いやでもあれじゃないですか、やっぱり B クラスになるほどちょっとこう人がいないっていう中で、こうやってルーキーが全員一軍に来てるってことですよね。うん、だからまあそう考えると、うん、まあ、2021年ドラフト、はい、大勢ね、新人を、はい、今いないからね、はい、それもちょっときついよね、うん、で赤星がやっとね今良くなってね、はい、帰ってきたっていうところもあるし、グリフィンが落ちた流れで出てきたんですよね。そうそうそう、であと今年のドラフトでいうと、うん、あの育成の松井、はい、先生推しの、うん、頑張ってるからな、うん、で2020年山崎よりね、はい、で中山で秋広ね、うん、この年結構出てきてますね、うん、平内はどこ行ったんだろうね、うん、そうですね、ドラフト1位、うん、また肩痛めたのかな、うん、また怪我かな、うん、で19年1位堀田、はい、もうどこ行ったんだろうね、めちゃくちゃ期待してますよね、うん、でも井上この前投げてたけどね、はい、まあ、ここからの成長が期待だね、うん、で18年高橋、うん、今ちょっと伸び悩みだね、うん、直江、はい、ちょっと伸び悩みだね、横側ね、で東郷6位、はい、
ね、この年、戸郷投手6位なんですか。すごいよな、うん、今エースだよ。エースですよ。で17年、桑原、岸田、はい、大城、うん、北村、田中、若林、ここがもうね、もう一伸びピッチャーがね、うん、来なかったっていうところと、はい、吉川畑だからあれやな、ジャイアンツのね、今低迷の原因ね、分かったわ、うん、2013年から2017年までの上位で取ったピッチャーが特に先発で誰もハマってない。上位の先発だって13年もさ、はい、まあ、田口平じゃんね、うん、もうあの他のチーム行ってるでしょ、はい、で14年も戸根高木っていうところハマらずでしょ、はい、で15年も桜井、ね、ハマらずでしょ、うん、でまあ、中川がね今守護神になってるけども、で16位畠、うん、谷岡ハマらずでしょ、で17年桑原、うん、ハマらずでしょ、で18年高橋、うん、直江だって横が、まあ、戸郷が来てるから、まあ、こう17年までのこの1,2,3,4,5 年間がちょっとハマらないかったのが、うん、でここだってここがさうまく来とけば、うん、今さ2023年だからさちょうど7年目前後ぐらいじゃん、うん、一番いいこの30前後の油の乗ったぐらいの時、うん、はい、もしくは26,7ぐらいの時の生きのいいピッチャーがここでうまく稼働してないところが、はい、今のやっぱり投手陣の苦しさを、そうですね、うん、多分物語ってるな、ここの失敗が大きいな、うん、やっぱり一番やっぱり先発が苦しいっていう感じありましたからね、うん、しかも12年の菅野もね、うん、結局これあの拒否拒否して、はい、ジャイアンツだからね、うん、11年の松本、今村、伊調岡、高木っていうところ先発埋まらず、で10年の沢村、宮国埋まらず、長野、太田、え、どこまで行く？もう2003年までいかんと、この戸郷までの間前向きの、うん、しかも1位、2位で言うとよ、この2020年の山崎伊織まで来るまでに、はい、2003年の内海から空白の17年間ある。先発が全くいないってことですか、ね、まあ、菅野がね、はい、いるけども、まあ、これはね、まあ、12年の、うん、そう拒否からの巨人だからね、はい、まあ、あれだけども、うん、いないところがこの苦しさちゃう。そうですね、うん、誰もいない。だから今年最初ほぼ外国人投手でしたもんね。そうやな、うん、これやな、ドラフトの大失敗やな。上位で先発で長年頑張ってるって言っても戸郷までいなくない、うん、いないですね。いないよな、下位探してもいないよな、うん、上位だけじゃなく、うん、完全もうドラフトの失敗やな、これはもう言い切れるな。先発がね、 おらんもん、はい、しかも宇都宮もさ自由枠だから、いわば逆指名みたいなもんや、うん、だから完全逆指名なくてドラフトになってから先発統合まで全くおらんな。まあ、もちろんね抽選外したとかもあるかも分かんないけども、はい、でも山田テストみたいに外れ外れでもトリプルプレーになるから、うん、外したからって言ってもドラフト4位とか3位ぐらいでも球界のエースになってるやついっぱいいるから、あの山本由伸投手もそうですよね、とか則本とかもいたわけやろ、はい、2位に、ね、2位でした、うん、だから外したからっていうのは言い訳になんないよね。そうですね、うん、正直ね見る目があったかっていうところですね、うんうん、戸郷だって6位で今エースになってるんだからね、うん、はい、そう考えたらちょっとドラフト失敗な、今のこの投手陣、この過去のドラフトから見てみるとね、投手陣っていうところで言うと、うん、だから苦しいんだよね。でもあんまりこうあれですね、 A のドラフトでも先発を取ろうっていう感じはそんな見えないですね。だからやっぱ外国人で補おうとしたんじゃん。あ、まあそっか、うん、取ってる、まあ、あとは、うん、計算上よ、はい、戸郷、うん、菅野、赤星、山崎伊織、あと、まあ、堀田健心投手とかね、うん、であと外国人、そこら辺で保てるって多分思ったのかもしれない、若い人たちがこう上がってくるだろうって、うん、で外国人で補って成長させようみたいな、うん、はい、それがいまいち上がってこなかったところはあるかもしれないけど、うん、ちょっとドラフトの失敗やな、はっきりとだってもう見返したら、まあ、そうですね、異論反論があれば、うん、コメント欄でお寄せください。でも現にいないからね、うん、それは仕方ないね、まあ、本当でも横川投手とか、うん、その辺がこう出て赤星投手とかこう成長して出てくるとこにやっぱかかってますね、うん、そうだね、うん、でもまあ去年ドラフトはね、はい、今年も全一軍に同時期にいて、うん、まあ、いい形で頑張ってるとこを見れば、はい、未来に向けてね、うん、まあ、楽しみが増えるドラフトだったと思いますけども、はい、今年のドラフトはもう あそこやな、うわー、もう見えました、うんうん、あの9回後ぐらいです、はい、さあ今日はソフトバンクです、はい、危ないよこの動画が出る頃にはどうなってるか分かんないけども、はい、2、3位争い激化中だからね、はい、どうなんだろうということで今日ソフトバンク、はい、ね、昨年ドラフト、いいね、大津、甲斐、生見ね、はい、で大野、松本、吉田でソフトバンクは、1勝1敗、うん、っていうところで、はい、ね、佐々木なんて言ってますか。2位から6位が大学社会人でこれまでの育成戦略からプランを変更し今年結果を出すぞというメッセージが込められていると、うんうん、
で題して尻に火がつきましたよドラフトって言ってます。言ってましたかそんなこと、はい、で大卒補修獲得で海外のキャッチャーはまあ信用されていないっていうのも感じるねっていう感じですね、うん、まあね、うん、今まではねソフトバンク強かったんで、うん、別に今すぐ選手取らなくても、うん、高校生取って未来のために育成するから、はい、そんな即戦力とかいらないねドラフトだったけども、はい、近年なかなか優勝できなくて、うん、でオリックスに優勝かっさらわれて、はい、ちょっと藤本監督も、うん、ちょっと今年優勝しないとやばいぞというところで、はい、足りないところを、ね、大卒社会人選手を取って埋めようって言ってね、うん、やったドラフトで、はい、なんと今3位ギリギリです、はいはい、うん、っていうところで、うん、まあ、ドラフトね、王会長、まず伊秀君将来性豊かな選手ということで本当に楽しみだね、うん、2巡目以降も思惑通りのドラフトになったんじゃないかな。世代交代を迎えた今のチーム状況に合った即戦力の選手も指名できているしね、ホークスでのびのびと大きく成長していってくれるといいねっていうね、はい、ところで、いいね、うん、怪我して試合出てません。あ、怪我なのか、はい、うん、あと大津、はい、大津1軍でね序盤ですごい頑張ってましたよ。そう投げてたよ、うん、山岡にめっちゃないかと似てるけどね、はい、37試合防御率 2.84、うん、まあ頑張ってる。3位ね、1組、はい、フレッシュオールスターも出てたけどね、1軍でね、打率2割、2軍では2割4分4厘、ホームラン8本ね、はい、長打力もあり、で大野和夫ね、高校生ね、うん、で松本春、吉田健吾っていうね、ところで、はい、まあ大津リリーフ頑張ってるけどね、はい、そういったところではね戻ってきたんですね、8月の後半ね、うん、そうだね、うん、はい、でソフトバンクね、育成から木村光がね、あの試合感になったんだけど、うん、試合感になったんだけど一軍に上がってきてないね、はい、じゃあ試合感になる意味ないじゃんって俺は思うんだけど、うん、このもう1ヶ月以上経つけどね、はい、ここまたね、道南楽天と一緒でね、道南野郎問題ね、はい、でもね、もうソフトバンクのね、うん、ダメな理由はもう俺はっきり分かった、分析して、へー、野手ドラフト、うん、もう大失敗してます、ずっと、はい、いないのよ、もう野手が、はい、もう野手はね、野手ドラフト、野手で主力になってるのは2014年の栗原まで行かないと誰も主力になってないんだよ。あ、生え抜き野手で、まあ育成でね、周東とかいるんだけど、うん、はい、そうドラフト試合下で考えた時に、うん、誰も野手がもうレギュラーになってないんだよ。まあ、周東もレギュラーじゃないからね。そうですね、うん、ずっと、うん、まあ、昨年ね、風間雅樹、木村の村勇、大竹、うん、その前井上、佐々川、牧原、川、うん、川、川原田、川原田純平、うん、田上、うん、ね、で佐藤、海野、柳町、甲斐野、杉山、野村、坂東、水谷、泉、奥村、吉住、高橋で、増田、椎野、田浦、うん、田中正義、古谷、久喜、三森、あ、三森、三森選手がね、うんうん、で高橋、小沢、谷川原、茶谷、黒瀬、川瀬、で松本、栗原、小沢でしたね、小沢、うん、小沢じゃないよ、小沢だよ、はい、野手がちょっといない、はい、そうですね、うん、野手ドラフトだから結局、うん、ね、サードもマッチの後継者っていうところで、はい、井上とかね取ったと思うんだよ、うん、当時ね、はい、そういったところでもやっぱうまく育ってきてないよね。だここだね、やっぱり野手ドラフトだね、うん、野手ドラフトの支配下枠、ここをもっとちゃんと頑張んないと、うん、どんどん野手がいなくなる。本当そうですね、うん、でもね、うん、どんどん高年齢化していくからね、うん、結局はね、はい、で今年はまあ近藤とか取ったり、うん、で外国人でも埋めれないしね、はい、で中村晃ももう大ベテランになってきてるしね、うん、でセカンド三森でしょ、うん、今宮でしょ、でサードは結局苦しいでしょ、うん、で近藤置いて、で外野牧原でしょ、でライトは今いろんな選手が出てるな、はい、柳町とか上林とか、そう、完全なレギュラーってもうだいぶ前のドラフトの人たちですね。そうそうそう、であと大型がいなくなってるんだよ、うん、昔はなんかホークス大型の選手、はい、ホームランもあってみたいな選手いたけど、うん、そういう選手もどんどんいなくなってきてるから、うん、ちょっと野手ドラフトちゃんとやんないと、はい、でまあ今で先発もいないしね、はい、ね、先発も確かにあれ東浜投手ぐらいまでいなくないですか。いないね、うん、そうだね、まあ、松本がねリリーフ頑張ってるけどね、バンドも確実に先発ローテじゃないからね、うん、で武田も今リリーフになっちゃってね、うん、石川修太投手も育成ですからね、うん、
先発もいないね、うん、だからドラフトが上手くないね正直。あ、そうなんだ。育成はチーム方針でお金をかけていっぱい取れるっていう、うん、いわばもうラッキーゾーンだからね、はい、やっぱ試合下で取った選手をやっぱしっかりだって欲しいと思って1巡目からいってるわけで、うん、でそれをだから会社で言えばさ育成選手って派遣社員みたいなもんや、はい、正直お派遣でいいじゃんって言って正社員に雇い直そうみたいな感じだった。めちゃくちゃ良かったから正社員になってくださいっていう、うん、でも最初人事でさ、うん、あの最初から正社員で取る人がさうまくいかなかったらそれはさ、はい、ちょっと組織としては俺は問題あると俺は思うんだよね、うん、個人的にはね、はい、その人事で取ってきてる部門の人たちに対してはね、はい、チームとしてはそれ育成から上がってくるのはね、うん、いいことだけども、うん、結局今でも近藤柳田打たなきゃ負けますみたいなね、うん、で栗原がいないからね。そうですね。もう今だって近藤柳田怪我していなくなったらもう終わりやろ、はい、正直、うん、で次からこのそう補うための出てきてるやつもおらんしな、うん、でしかも柳町上林とか、はい、同じようなキャラだしね、うん、そのスタイルがで右に取った正木とか佐藤とかあんまりだし、うん、結局は、まあ、正直もう金かけて FA ででも何でも取ってくるか、うん、もうちょっとそこちゃんとしないと、うん、これでイヒネとかも活躍できなかったらもうどんどんいなくなっていくからね、はい、だからそこら辺ちょっと野手ドラフトね1位特に、うん、先発もですしね、うん、あとあの田中正義とか出ていって今頑張ってるからね、はい、いい形でね、うん、まあ、貝野も復活したっていうところも大きいし、まあ、つもり、まあ、ちょっとずつ見ていけばいいんだけど、なんかこの架空がいないね、うん、架空みたいな、はい、主軸、中心的みたいなのが柳田、今宮みたいな、うん、とこですか。俺らの時だったらマッチ、長谷川みたいな、ね、うん、ところの息のいいのがいないから、はい、そこら辺が出てこないとちょっとここから厳しい。そんななんかホークスもう最強時代が終わっちゃうね。そうですね、うん、正直、まあ、それはもちろんそれで勝つことはあるけどもね、うん、勝つことはあるけども絶対的君主みたいなのがなくなっちゃうね、はい、ちょっとドラフトパッとしないね正直ね、うん、でも大津頑張ってるからね、はい、佐藤さんの後輩のね、うん、っていうところで、はい、ソフトバンク昨年ドラフト、はい、評価は C です。大津投手だけではというところで、そう一人だけではね、うん、あと二軍でもおーっていう感じがね、まあ育美とか頑張ってるけど相対的に見ると C やな、うん、やっぱりソフトバンクの場合人が多くて二軍に出るのも結構、でも三軍もあるからね、試合出るのは確保されてるから。あ、そっか、三軍もあるから二、うん、軍だけじゃないからね、はい、そういった意味では、まあ、三軍の成績はなかなかね拾えないから三、はい、軍でどこまで頑張ってるか分かんないけど、うん、まあ、数多い代わりに3軍も試合あるし練習施設は充実してるから、はい、うん、その練習もしっかりできるし試合経験もしっかり詰めると思うけども、うん、出てこないからね、はい、こうなかなか厳しい戦いになってるね、うん、だからもう、はい、これ一歩間違ったら、はい、悪い方向に行く可能性あるね。え、何が一歩間違ったですか。でも即戦力ばっかり取りまくるぞパターンになって、はい、そいつら全くうまくいかなかったら、うん、育成して上がってくる人もいない、即戦力そうだ俺、はい、人いないみたいな。これ楽天の時に言ってたことですよね。この戦、そうそうそう、即戦力ドラフト失敗した暗黒時代だよっていう。そうそう、うん、だから、うん、今年とか行きそうなりそうやんな、はい、下手したらもう、そうですね、どうにかするしかない、もう即戦力やみたいな、うん、でもそんな、うん、ね、それうまくいけばいいけどな、はい、っていう感じがしますけど、うん、まあ、でも伊比根選手とかがどのぐらい育ってくるのかっていうのは、いや、まず怪我してるからね、まあ、今はね元気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 が大事まずは元気から。そうだね、はい、いい選手も動かなきゃ意味ないからね、うん、でもね、まあ、いわば今宮が高年齢化する前に伊比根がで、うん、そのプランとしてはいかなきゃいけないし、正直外野だって人足りなくなると思って佐藤とか取ってんのにそこがはまらないしね、うん、でピッチャー苦しくなるけど風間とかねっていうところもあるし怪我もあるだろうしね、はい、意外ですね、うん、バンクってこうずっと強いイメージなのでドラフトもうまそうだと思いきや、いやじゃあ育成枠いっぱい取れてそこであの資金力高いからそれはもう企業努力だから俺は悪くないと思うけども、うん、それいあの数の原理で上がってきてるだけだから、そのうまいとかうまくないじゃないんだよね、うん、数の原理だから数打ち当たるっていう、うん、そうそうそう、うん、そこが当たらなくなってきてるのがちょっとね
危ないから、まあ、ここからどうなんだろうっていうところはありますけど、皆さんどう思いますか、はい、さあ今日は広島です。はい、はい、今ね、うん、優勝争いしてるけども、はい、うん、ちょっとまあ2位までが限界やな。いやまあちょっと阪神とはね、うん、ついてますからね。あと怪我人がここに来て多い、うん、やっぱその最後追い上げていかないときに怪我人で人がバンバン抜けていく、うん、逆に阪神はね、近本が帰ってきてから一気に上がっていくっていうところで、うん、ちょっときつかったな、うん、まあでも上等やろ2位ね、うん、はい、頑張りで言うと、うん、でもその中で、はい、昨年ドラフトチェックということで、うん、はい、なんて言ってましたか、佐々木は。先にこっちいいですか。はい、ドラフト4位清水捕手獲得に、うん、いい選手かどうか関係なくもうカープはキャッチャーいらんやろって。いや、いらんやろ、もう坂倉なんて相澤いて、はい、まあ、でもちょっと磯村 FA するんちゃうか説もあるけどね、うん、はい、どうなんやろっていうとこあるけど、いらんやろみたいな。そうですね、うん、あと増田川野のドラフト前の評判がいい選手を下位で獲得できている、うん、でキャンプを見てまあどうかなっていうのは、だからまあ、 あの判断良かったけど、うん、1位2位とか言われてたけど、うん、下位になっちゃって、そうどうなんやっていうね、リバイオめちゃめちゃ高い選手でしたからね、けど低いから、それは本当の能力で低くなったのか、うん、何なのか、あと怪我なのかをね、はい、まあ、確認したいみたいなね、うんうん、で今回のドラフトの中で12球団で一番今後化ける可能性が高い、うん、っていう中でね、決めてると、この社会人大学の、はい、増田川の長谷部ね、うん、はい、いや全然俺の期待通りの働き全くしてくれんかったな。そうですか、増田投手やっと出てきたっていう感じですけどね。いやまあでもこんな、うん、はぁ、あ、みたいな、俺の期待値が高かっただけに、はい、うん、ほぉみたいな、2軍でも防御率 4.66、 年齢的にもまあザ即戦力ですもんね。カーノもね、1軍で防御率 12.54、 2軍で 3.27、 ほぉ、うん、そうですかみたいな、はい、うん、で、長谷部ね、はい、もう長谷部はね、まあ、俺投げてるところキャンプ以外で見たことないけど、はい、この成績を見るとね、うん、まあ、1軍では登板ないんだけども2軍で防御率 5.29、うん、はい、しかもあの30試合投げて 32.1 イニング、うん、吉四球が24、うん、で、冒頭が5、はい、もう完全制球なんやな。もうコントロールに投げる球はいいけど、はい、制球できるかどうかみたいな、まあ、ここはちょっとまあ前評判通りかなっていうところは、まあ、あるけどもね、はい、評価は C です。あいや思ったほどじゃ、思った感じじゃなかったな俺の。そうですか、もうちょっと来るかなと思ったけども、うん、ちょっとカープ補いきれなかったね。ドラフト後の監督とかのコメントなんて言ってるんですか。新井監督、うん、ドラフト1位斉藤、体もしっかりしていますし力強いストレート魅力ですね、うん、彼のポテンシャルが球界を代表する素質を持っていると思います。大きく育てていきたいですし、それだけのものを持っています、うん、抽選でも何でも来いという覚悟で行きましたけど抽選なくてホッとしてますっていう、うん、まあ、あの斉藤投手のことをことを言ってた、うん、だけはっていうところで、はい、まあ、斉藤投手ね、まあ、2軍でも、ね、5試合ぐらい先発して投げてるから、うん、まあ、未来に向けてね、はい、山下俊平だみたいな感じになるかも分かんないから、まあ、ここはまあ1年目ねとかってどうこうの問題じゃないから、はい、まあ、ここは未来に向けて期待と、うん、で2位内田、そして、4位清水っていうところは高校生だからね、はい、まあ、これはここからっていうねところになるけども、増田川の長谷部、はい、ちょっと俺の期待値が高すぎたっていうのもあるけども、うん、キャンプで見た時はどう思ったんですか。うん、キャンプで見た時もでもキャンプはさ俺のメモを仕上がってないからさ、はい、いいように見えてて、ね、まだ目が慣れてない、こっちも目が慣れてないから、おー挟んでおーみたいな、はい、おーみたいな、いけそうだなー、しかもちょっと期待値高いから勝手にこう俺ゲタ吐かしてるからおーって思うじゃん、で優勝をおろそかして、はい、うん、ちょっと俺の予想高かったのかな。でもまあね、はい、カープ現状2位というところで、はい、まあ、過去のドラフト見てみてもね、うん、結構いいのよ、はい、2021年は森原黒原森、うん、もうちょっとな、あと松本、はい、いやもうちょっとできるやろ、うん、もうちょっと、うん、もうちょっとパッとせえへんよな、もうちょっとできると思うんだよね、はい、でも末金、末金ですね、うん、ね、うん、で、栗林森浦大道ね、っはい、2020年、いや森下、うん、ね、で玉村、うん、で、小園島内で葉月、ここ兼務な、ここちょっと17年弱いな、ちょっと、まあ、遠藤投手ね、もうちょっと出てくればね、そうだね、うん、うん、で16年、ね、加藤、まあ、今矢崎ね、はい、で床田、坂倉、うん、あとで15年、西川、うん、岡田ね、高橋、
で14年、野間、薮田、堀江、うん、藤井、今はソフトバンクだけど、うん、本当だ。で13年、大瀬良、栗、田中、12年、鈴木、誠也、上本、野村、菊池。ドラフトいいな。ドラフトいいよね。毎年こうちょっとこう大きめの選手が、しかも主力のね、うん、レギュラー主軸必ずいるよね。一人はいますね、絶対いる、うん、しかもいい選手は。だからそれがやっぱりね、今の強さを物語ってるよね。しかもどっちかに偏ってるとピッチャーも野手も、うん、いるいる、どっちもいる、うん、やっぱドラフトとしてはやっぱめっちゃいいよな。だからここの21年20年の人たちが、うん、過去の人たちみたいにグッと上がってくると、うん、はい、もっと走力がね、うん、上がりそうっていうところもあるし、うんうん、でそこをしっかり補えて、まあ、デビッドソンとかね、はい、マクブルームの怪我痛いな、うん、あとは秋山も怪我して、はい、西川も怪我して、うん、でどんどん抜けていってっていうところはちょっと痛かったけども、でもドラフトいいよね。西武並みにいいよな、はい、うん、生え抜きがちゃんと育ってる感じが、そうありますね、うん、でも出ていっちゃうからね、まあ、こうちょっと西武と広島出てき癖あるな。広島そんな出ててます？だってまず、まあ、メジャーも含めて鈴木誠也ね。そうですね。で新井貴博監督がも出ていってるから、まあ、はい、ペヘンって、はい、うん、それでかいよ。そうですね、うん、であと丸、うん、ああそうだでもっと前言ったら金本さんも出ていってるから、あ、うん、大竹も出ていってるから、マイケンもマイケンもメジャー、ね、ああそうだ、クロードさんもメジャー、はい、ちょっと出ていく癖あるスターになったら結構出ていくんですよ、はい、だからでもいいドラフト、やっぱ西武並みにいいドラフトやな、正直、うん、本当ですね、うんうん、下手したらセリーグの中で一番いいんじゃん、うん、ドラフトね、広島は必ずピッチャーも野手もいるっていうのがすごいですね、うんうん、偏りなくね、偏りないですね、うん、しかも高卒とか大卒とか社会人とか関係ないしね、うん、ここのここ弱いよねとかないもんね。ドラフトいい感じだね。いいですね。カープはね。はい。だから今年だけを考えたらもうちょっと増田、川野、長谷部は、うん、もうちょっと頑張ってくれるんちゃうかと思ったけど、はい、俺の期待には添えなかったね。まあ俺は勝手に期待してるだけだから、ね、はい、別にいいとか悪いとかじゃないから、ね、まあ、来年再来年どうなるかは分からないから、ね、まあ、そこはもう厚みを増していきたいなっていうところもあるしね。はい、この斉藤優太投手がめちゃくちゃ、お、これね、めちゃくちゃいい感じになってね、はい、おーわおーみたいな感じになってくると先発の厚みを増してくるから、またドライチ当たったなってなるかもしれないですね。ここは期待だね、うん、斉藤優太ね、はい、うん、増田投手も今やっと出てきて、今まだ防御率 0.00 だと思うので、そうだね、はい、まあ、河野も21歳だからね、そうですね、ここからもう一伸びしてね、うん、っていうところもあるし、はい、まあ、2023年神ドラフトって言われる可能性あるから、そうです、まだだから、はい、うんうん、でももうちょっと頑張ってくれると思ったけど、まあ、評価は C やな、まあ、この1年を見るとということですね。そうだね、でもやっぱ全体的にはドラフトを見るとあんまり文句のつけようもない、うん、いい形のドラフトをしてるなっていう感じはあるけどね、うん、はい、うん、さあじゃあ次どこ取るかっていうのはなんとなく、それはもう決まってますから、お、10回後です10回後かもしれないし5回後ぐらいかもしれない、そう、どの順番でいいか分かんないですからね、うん、それはもうその時の気分だから、はい、またの投稿お待ちください。はい、カープ編でした。さあドラフト通信も今日はロッテ編という、はい、ことで、うん、ね、昨年ドラフト菊池、友杉、田中、高野、うん、そして金田っていうね、うん、ところのドラフトで、育成には、古川、白浜、勝又、黒川っていうね、はい、ところになってますけども、昨年ドラフトはロッテね、吉井監督、うん、プラン B でしたけども満足、100点に近い点数だと思います、うん、庄司をね楽天のくじで外したからね、そっか、うん、で私のくじは0点ですと、投手もショートを守れる選手も指名できた、2年連続で大学生の二遊間2位指名は、二遊間もチームの中心選手になってくれると思うので、そういう意味でもショートセカンドを守れる選手を狙っているという戦略ですというね、うん、2年連続の大学生の二遊間2位指名はっていうね、うん、ところで何て言ってましたか、はい、佐藤さんはドラ1の菊池投手は基本は先発だと思うけど、うん、もしかしたら守護神候補になれるかもしれない、うん、で24歳から26歳の既存のショートが今5人いると、うん、高校生の内野手を育成含め3人取れたのは、まあ、いいよねと、うんうん、友杉が活躍したら既存のショートたちの空洞化が激しくなる、うん、友杉がはまらなかったらエンドレスガチャになりそうだと、うん、はい、で左の25歳以下が秋山1人のみ、これまでのドラフトのバランスが悪い、うん、はい、
まあということでね、はい、まあ友杉がね、うん、まあいい形で頑張って今藤岡とね、はい、2人で、うん、いい形でできてるから、はい、まあこれでもうガチャ終わります？さあどうやろうな。悪いですか。いやこれ続けて藤岡も今年いい感じになったけど、はい、これもふうまたなってたからね、はい、だからそれを続けて友杉も来年続けてできるかどうかが勝負だけど、はい、うん、まあ、ここでこのねショート問題に対して一番良かったのは、はい、福田をトレードで出したことだね。うん、だってずっと置いてたらもう買い殺しじゃん、はい、ってなったんで岡川が今外野とか守ってるし、うん、どうにかしてばらけようとさしてね、で福田を出して西村取ってきて、うん、西村いい形で活躍してるから、はい、まあ、正直ね良かったかなって思うけども、はい、まあ、このガチャが終わるかどうかは、うん、まあ、来年以降もこの活躍できるかどうかによって、そうかまたハマらなかったら、はい、また再始動する再始動。さすがに来年は取らないですかね、今年のドラフト。今年、うん、今年は取らへんやろさすがに。だって毎年取ってたわけじゃないですか。いや今年取ったらマジビビるで。そうですね一旦ガチャね、うん、はい、まあ、っていうところで、まあ、今年のドラフトでいうと、はい、評価は C です。お、もう言いますか、早い。 C だって、まずそもそも菊池が頑張れてないからね。菊池がねいっぱいと、まあ、1試合しか登板してないからね、うん、先発1回防御率 2.25、はい、で2軍では3勝4敗、8回先発して防御率 4.14 っていうところでね、うん、まあ、ちょっと2軍ではねいい形で結果残してないっていうところと、うん、多分1試合しか投げへんって思わんやんな、はい、まあ、ここ現状ね、ここからまたシーズン終盤に向けてどうなるか分かんないけども、はい、ね、でまあ友杉がね、まあまあいい形で、頑張ってるっていうところで、現状ね2割8分ね、はい、これ非常にね、うん、頑張ってるっていうところあるから、さすがにもうさすがにもうさすがに、はい、さすが、まあ、取ったとしても高卒1人ね。そうですね、取ったとしてもね、今後のためのっていう、ね、今後のためにね、はい、まさか、はい、大卒社会人で二遊間、はい、まさか。いやいや、もうさすがに、あ、2年連続。大げさに言うと俺、はい、もう中村とかも状態悪かった時、はい、藤岡と友杉の二遊間でいいんちゃうかって俺若干思った時もあったからって、あ、中村はそんな無理に出さなくたって、はい、正直ね、うんうん、っていうところもあるから、はい、いやまさか、まあまあ、うん、もうまさかね、まさか、うん、本当、はい、でこの金田優太もね、うん、まあ高校生だからね、はい、二軍で結構出てるね、61試合1割8分8厘、まあまあ頑張っていこう、はい、高卒だから。2軍といえどもね、うん、そんな簡単にバンバンが打てないからね、はい、でピッチャー、田中春也2試合しか投げてない、もうこれ体力強化だ、はい、怪我してないんだったら俺はもっと投げさせてもいいと思うけどね、うん、で、4位、はい、高野翔太、あ、投げたよね、あの地面つくピッチングだよ、投球フォームだよね、1軍で4試合 1.29、はい、2軍で 4.34 防御率17試合先発4回してる。ロッテも左がおらんからな、坂本だけやからな、うん、そこら辺でこの左を自由に使えないっていう難しさがあるよね、はい、左がいないからね。で前年ね、2021年のドラフトの時、うん、ロッテ井口監督、シミュレーション以上ですと、100点満点以上のドラフトだったと思いますと、2位池田君は DeNA 牧のようなイメージと、2塁も3塁もいけると思うと、広畑も我々はドラフト1位で考えていたので3位で取れたら非常に良かったっていうね。でも2021年のドラフトで取ったやつ誰でも活躍しないんだよね、2021 まあ松川がね1年目まあ出たけども、まあ今年は多分吉井監督の方針でもう2軍で完全に試合出して、試合経験を積ませるっていうところだと思うんでね、はい、池田も一瞬一番で光ったけどな、本当そうですね、これはえぐいぞと、うん、こう池田行っちゃったなと、はい、ってなったけど止まらなかったですね。でピッチャーもね、広畑、はい、ね、2軍でも打たれてんもんな、うん、秋山2軍で18試合 3.35、まあ、高卒2年目と考えたらまあまあいいんか。で八木も一時1軍でちょろっと投げたりもしてたけどね、防御率18点台2軍で 2.75、 18試合、うん、うん、やっぱロッテはねここ3年のドラフトがね、うん、パッとしないのよ、はい、でその前も鈴木翔太、中森、小川、河村、西川っていうね、うん、だからその中森もね、はい、まあ、今投げてきてるから、うん、まあ、ここからねこうどう成長していくかっていうところもあるけども、はい、このドラフト1位ね、鈴木、ね、で佐々木朗希の時頑張ってるけども、あ、本当だ、2019年、うんうん、あとやっぱりねこうドラフト目での大問題点はね、はい、あの抽選で引き当てた高校ビッグネーム、はい、ドラフト1位トリオ、はい、平沢、安田、藤原、うん、グーン来てないよね、グーンって
そうですね、うん、息切れてない感じですね。全然息切れてない、うん、もう藤原もだって1今もう5年目かな。あ、5年目、うん、あ、5年目か、うん、だから 大卒1年目と一緒か。5年目だからね、社会人1年目と一緒じゃ、ね、大卒だ、大卒1年目と一 緒、ね、うん、と一緒だから、はい、もうそろそろ来たいよな。でもなんかグーンとけえへんよな、うん、いつも毎年1軍ではこう出るけれども、だって藤原、うん、辰巳、近本だったのに、はい、近本、辰巳、ふしゃっなんてすごい分かりやすかった。分かりやすかった、はい、分かりやすかったな、はい、藤原、辰巳、近本だったんだ誰みたいなあの、そんなアマチュア知らなかったら、はい、誰みたいな感じだったよな、はい、近本もすごかったと思うよ、はい、大阪ガスでね、うん、知る人ぞ知るね、近本も見えへんよ。そうですねなってるから、まあ、今ここでも、まあ、まあ高卒なんで、まあまあね、もうね、あ、もうでももうそろそろ来年ぐらいには、うん、でもチームとしてはもうドラフト1位だからね、はい、これがドラフト4位とか5位だったら、はい、まあまあいい感じで育ってきたんちゃうなるけど、うん、1位だから。そうですね、うん、安田選手はもうちょっとこう、安田もだってもう大卒、ね、もう今のままで納得されても困るんだよ、うん、正直、うん、こう入ってくる時もよ、はい、おめや押すぞ村上みたいな。そうですね、うん、感じだったと思う。確かに、うん、あ、うん、キャッチャーやめんだって、はい、であんたのが村上見えへんでみたいないやもう神様になっちゃいましたから去年ね、うん、で、興味はみたいなね、はい、まあ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 いい感じでね、はい、出てきますね、うん、やそみたいな感じになってるからね、うん、だって平沢だって、うん、平沢みたいな感じだったのに甲子園でね、うん、準優勝して平沢みたいな感じになってるから今、やりましたいや、今2軍だからね。あ、そうか、2軍だから机の下でやったんですかこうじゃなくて、うん、だからここら辺、やっぱここら辺が、チームだけの問題じゃないと思うよ。本人の問題もやっぱ一番、はい、俺は本人の問題の方が一番あると思ってるから、うん、そこが、ここがもう、だって平沢、安田、藤原が、うん、それは前評判とか、それはまあ前評判通り行かないよ、全員が全員。でも仮に行ってたとして、はい、そこそこの一軍レベルでいたら、うん、ロッテ優勝もあったぞ。そうですね、そこが、うん、うまく いけてたらね、うん、だってショートガチャの始まりはこの平沢のショートがハマれなかったことが一番の原因だからね。あ、正直ね、まあ、ドライチがさ、佐々木朗希だけだもん。あと2014年の中村翔吾までいかないとあれだから、この15、16、17、18、20、21、22のドラフト1位がチームの主になってないからね、はい、まあ石井って言ったらやつだみたいな、うん、まあ、レギュラーとして出てるのはっていう、うん、だからそこら辺もきついよな、野手が。そうですね、だからこのね、最後のこのね、オリックスを突き破るね、いいところまでは来るけども、うん、最後に突き破る壁が足りないんだよね、はい、スターが少ないですよね。うん、そうだね、うん、スター少ないよな、佐々木朗希投手。うん、そうだね、なりかけてる選手はいっぱいいるんだけどね、でなれる選手もいっぱいいるんだけどね、はい、いい選手なんだけど、こうすごいまでいってないんだよね、突き抜けられない、うん、そうそうそう、おーみたいなになってないです、うん、いい選手なんだけどね、だからもったいないんだよね、はい、この皮を打ち破るかどうかで一気にこうなるかどうかが決まるから、この皮をね、みんないい選手なんだけどね、正直でも今年2位ですからね、今ね、そうそうそう、だからその壁を打ち破るには、はい、その選手たちがグッていかないとね、はい、でも可能性あるんだよね、はい、そう考えたらちょっと頑張ってもらいたいね、はい、正直ね、でもさすがに今年は、うん、ないと思うけどね俺はね、だって高卒の内野手も取ってるんですもんね、うん、取ってる、育成含めて3人取ってるって言ってましたからね、うん、でもう一回分析しよう、はい、ひょっとしたらまた1回も分かんない、またじゃあ改めて分析して、うん、今年どういう人を取った方がいいのかっていうのは、そうそうそう、ちょっともうちょっと分析しよう、はい、うん、でもちょっとこうね、去年のドラフトやっぱ C やな、まあ、友杉頑張ってるっていうのはあるけど、うん、やっぱ1位がね、うん、もうちょっと頑張ってくれるかなっていうところもあったし、はい、あとは平沢、安田、藤原のね、ちょっとドラフト1位が佐々木朗希以外うまくいってないからね、突き抜けを期待したいですね、そう期待したいね、はいはい、さあ今日は DeNA っていうことでね、はい、一周優勝するかなと思ったけどね、ですね、今年今年はあると思いましたね、あるかなと思ったけども、うん、やっぱり一番厳しかったのが、うん、あの打てば勝つけど打てなきゃ負けるっていう、うん、細かい作戦ないですみたいな、はい、でもまあ関根がね、うん、あのいろんな縦横無尽に、はい、走ったりね、うん、いろんなことをして、うん、まあ作戦できる選手が増えたからね、はい、よかったけど、ちょっと他の選手はなかなか作戦できる選手がいないからね、うん、っていうのもあるけども、はい、まあ3位、この動画が出る頃には3位確定っぽいけどな、うん、ちょっと話しましたからね、あとはやっぱりそのね、
ここに来て打線の状態が一気に上がってきてるっていうのもあるし、ちょっとピッチャーがね後ろがパタつくとやっぱ DeNA は負け出すっていうところもあるけども、まあ昨年のドラフトでいうと、松尾、吉野、林、森下、橋本っていうねところの5人のドラフトで、三原球団代表はね、こんなに多くの公言があるドラフトは経験したことも記憶にもあまりなかったので非常に難しかったと、だから1位誰行きますってみんな言ってたからね、去年は。で当初から評価が高かった松尾君、即戦力の投手も取れましたし、スカウトが作ってくれたリスト通り進んだドラフトだったと思いますと。おお、100点、はい、っていうところで評価は、C です。はい、それ仕方ないね。でも松尾君頑張ってんだよ、2軍でも2割、5、6分くらい打って、高卒1年目としては、で、まあ、今ね今1軍が、まあ山本ね最近調子いいけども、で、まあ、伊藤戸柱っていうところが今年1年間、基本的にはこの3人でやってきたけども、まあ慌てて松尾君も1軍に行かなきゃいけない必要性もないしね、だから2軍でしっかり試合出てプロ野球の生活に馴染ん でその中で、2軍でもしっかり成績を残してるっていうね、ところを考えるとまあまあいい感じの育成プラン入ってんちゃうかなっていうね、ところと俺の推しのジョーコ君が試合下になって、2軍で打率2割4分1厘、ホームラン3本、だからここもね、年齢は松尾君より4歳上だけど、でも試合下に済んだったら1軍上げりゃいいのに。そうですね、1軍上げないんだよ、これもうここだけがもう謎なんだよね、育成1位の上皇君ですね、試合下にあのに1軍に上げないっていう、じゃあ試合下にしなくてもいいじゃんって俺はもう何回も言うけどね、でその中でね、まあさすがにだって即戦力の吉野君、怪我です、あ、怪我なんだ、そっか、で即戦力のね橋本君、まあ、今2軍でっていうね、ところもあるけども一時怪我してたらしいんだよね、2軍で、26試合でもリリーフだからさ、リリーフちょっと いらんからな、1軍、ちょっとだからそこら辺もちょっとねキャラかぶりっていうところでチャンスなかったかもわかんないけども、で林選手ね、1軍でね、宮崎選手の後釜とか3塁に出てたけども、ちょっと守備のミスもね、ちょろちょろあるし、ちょっと打撃も1割台で寂しいんでね、まあ、もうちょっと頑張ってもらいたいというところと、森下ね、高校生、これしっかり投げてるんだよね、2軍でも、だからまあ未来に向けてはいいかなっていうところもあるけども、結構層厚いからね、DeNA 今一軍がね、強いから、でも近年のドラフトでいうと、昨年のね、ドラフト、DeNA は監督が1位を引き当ててくれたと、だ小園ね、思い通りと言ってもいいドラフトができたと、高校生大学生投手で評価が一番高かった選手を決めてきた、野手も内野とかで評価の高い選手が取れた、非常にバランスがいい、100点でいいのではっていうね、ところもあるけども誰も出てきてないんだよね。そうですね、小園、徳山、ね、相原、三浦、深澤、梶原、梶原ちょろっとね、出ることもあるけどもちょっとあれだね、まだそうですね、1軍で活躍というところまでは、でも DeNA これ何て言ってるの、 DeNA は、ドライチ松尾は将来を見越しての指名だ、で牧をファーストに回してセカンド林、ショート森のプランを狙っているかもしれない、育成ドライチ上皇の方が松尾より活躍するのが早い可能性ありと、リリーフ候補の吉野と橋本の活躍が鍵、活躍が鍵だけど怪我したからね、そうですね、まああるしね、でも松尾君はまあ将来だろうと、まあ上皇も試合官になったからね、まあそうですね、まあそこら辺はね、あれだけども、そんな上皇君もしてたんですね、いや見た時うまかったの、愛媛の独立リーグの試合、で、まあ、その中でね、DeNA は近年ドラフトでいうと2020年入江真希で大活躍してるからね、でその前が森ね、伊勢で上茶谷、大貫、で東、ね、上里で楠本が買いにいて、で浜口、山本選手が9位にいる、ああそうだ、ね、で浜口、で佐野買いにいて、細川ここで今永でしょ、その前で戸柱、柴田、でもまあここ最近のドライチのピッチャーの活躍はやっぱチームを救ってるね、チームを作り上げてるからね、そうですね、で東もね、トミー・ジョンから復活してきて、原田美中に今年タイトルで、このまま取るかも分かんないしね、あでもすごいですね、ドラ1のピッチャーたちが今みんなローテーションに一応いるっていう、そうそう、でしかもねあの時多分ラミちゃん監督だったけど、こんなんまピッチャー左ばっかり取ってなんか偏ってんちゃうかとか言われてたけど、蓋開けてみたら、もう今そいつらがもう全部
になってるからね。ですね、うん、だから戦略上でしかもほぼ抽選なしやもんな。だそう考えるとね、うん、ドラフト戦略戦略うまいね。やっぱ1位が活躍してしかも単独で取って抽選もしないで、うん、それが見事にチームのね柱としてなっていくってもう戦略うまいよな、はい、いい感じだね、はい、ドラフトはね。なんかこう近年毎年1人2人ずつこう、うんうん、ねこういい選手がいるという、うん、だそこでチームをねしっかり作り上げて、うん、で外国人で足りないところを補って、うん、で今上がってきてるっていう感じなんですかね、うんうん、でも優勝チャンスあったけどな。ありましたね。交流戦 DeNA 優勝した時にあれなんかちょっと今年あるかもって、ね、勢いに乗ってね、あるかもって。で阪神がちょっと下がった時あったからね、はい、でもちょっと打てない時の打開策がなかったな。うんうん、でも牧選手が出てきたりっていうところがなんかスターがいるところがいいですね。これ筒香帰ってきたらもっと強いよな。うん、そしたらだってもう応援だったら佐野ファーストでいいもんな。もしくは筒香ファーストでもいいや。相手今だったらもうね外オースティンなら空いてるからな、うん、今帰ってこれるな、うん、チャンスですよ、うん、はい、帰ってきたら強いぞ筒香。今年のドラフトそんなに効いてなくても、うん、まだなんかそんなに影響してないですね。全く影響してない、はい、これもう未来のね、はい、まあ、即戦力ももちろんいるんですけどね、うん、そうそう未来の未来の投資だからね、はい、まあ、別にあのそこまで切迫してないしね、うん、DNA はね、はい、うん、まあ、もちろんね、あの良ければいいに越したことないけどね、はい、うん、でも大学生社会人も取ってるけれども、うん、そうそうだね、まあまあ、うん、今までが良かったですからねドラフトがね、うん、そうそうだね、うん、そういった意味でも今年の戦略をちょっと練り直していかなきゃいけない。そうですね、うん、どこ取るんだろう、ね、でも俺 DNA のスカウトの人に言われたの、はい、いい視線持ってんねって言われた。へえ、視点、うん、そう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 、はい、何そんなこと何見て言ったんですか。動画ですか。うん、見てました。お俺もじゃあ結構いけねえな。へー、だからまだ DNA 勉強しよう。じゃあ次の分析楽しみにしてます。そうだね、はい、うん、まあ5回目、まああと20回以内には出るからどっかでね20本以内ですね。うん、出る出る、うん、はい、はい、さあドラフト通信簿、はい、オリックス編というところでね、はい、リーグ3連覇してね、うん、まあ、昨年ドラフトでも1年振り返ってね、はい、見てみてどうかっていうところで、まあ、昨年のね、うん、ドラフトは1位ソタリ、はい、ね、で2位内藤穂、うん、3位斉藤、うん、4位杉沢、うん、で5位日高、はい、そして、育成で、西山才木入山茶野村上っていうところがね、はい、でしたけども、ドラフト表で、オリックス福良 GM ドラフト良かったです良かったですと、うん、一時指名の外には腕もよく売れてまっすぐにも力あると、うん、タフだしうちの先発陣に入ってこれるという評価ですと、ね、あの10選手指名したのは予定通りです、はい、ね、コメントが、福良 GM から来てますけども、はい、まあ、なんて言ってました。そうですね、はい、オリックスの、はい、佐藤さん課題は、まあ、セカンドだろうと、はい、で2位の、うん、サードの内藤君が出てくれば宗選手、まあ、コンバートするかなっていう、はい、でドラフトのバランスはいいですね、うん、ゆとりがある優勝チームのドラフトの感じがする、うんうん、でまあ、これ先生が言ってたんですけど、うん、育成の才木投手は7月あたりの優勝争いの時に絶対支配下にされるっていうふうに言ってました。されてる支配下、茶野はされたね。茶野選手も早々と、ね、育成の4位茶野はね、うん、開幕前にされて、はい、才木ちょっと気が遅れちゃったんですよね、うんうん、出足はな、で半年あるで、まあ、今ようやく2軍で投げとる。あ、今2軍で投げる、うん、先を見る目がちょっと足りなかったね。まあ全体的に言えば評価は C です。 C か。だって外にもね、うん、もっとローテーションに入ってきて、はい、できると思ってたけども、うん、まあ最低でも楽天の庄司ぐらい、はい、でもやっぱりね1軍で、うん、常に投げるわけじゃなかったんで、うん、まだ未勝利なんですよね、うん、っていうことを考えたら、うん、期待値よりは低いよね、はい、思ってた時、ね、現時点で7試合投げて0勝2敗、うん、防御率 4.00 ですね。で内藤、はい、そしてこう斉藤、うん、あとは日高、うん、まあ、ここら辺はもう高校生だからね、うん、まあ、まだこれからっていうところです、ね、うん、そうだね、うん、でも内藤も1軍上がってきたからね。上がってきてないか。上がってないと思います。多分2軍で1割9分8厘、うん、ホームラン2本、まあ、ちょっと苦労してるね、はい、まあ、まだまだここからだね、うん、杉沢、はい、東北福祉から、うん、2軍で2割2分、はい、ホームラン2本、うん、まあ、まだまだ修行だね、はい、うん、私大学の時三冠王だからね、
いやそうですよ、あの福祉大で私がドラフトの時に推してた選手なんで、うん、まだまだ修行だね、はい、うん、でどこからピッチャー斉藤京介、はい、1勝2敗11試合6先発まあまあ投げてる感じか、高卒1年目っていうところは、うん、まあ修行だね、はい、で日高渥美、うん、2軍では10試合、うん、2.12、まあ、修行だね。まあ茶野がね、うん、まあ、1軍に出てきたっていうね、はい、ところは開幕から新人王候補かっていうね、うん、具合の感じはあったけどね、うん、ちょっと途中疲れたね、はい、2割4分1厘、うん、まあでもまあね、育成からって考えたらこの頑張りはね、うん、大きかったよね、はい、非常に。で前半戦のね外野っていうところではオリックスのねチーム力的にもこのチャンネルの出現は大きかったっていうところ、うん、もうあるけども全体的に見ると C だね、はい、で未来は分かんないよ、これ何回も言うからね、うん、あの1年間だけの評価だからね、うん、今年の、うん、これ10年後 A になってる可能性もあるからね、はい、うん、これはまあね、まあ、C だね、うんうん、でも先生も、あ先生じゃない佐藤さんも言ってるじゃないですか、ゆとりある優勝チームのドラフトの感じがする。そうそう、別にそんな言うほど、うん、あの目先の利益にこだわってないっていうところと、うん、まあ外にはね多分このあの山本とかをメジャーとかとためにも、うん、投手陣厚くしたいっていうところもあるし、はい、うん、もう単独でいけてるしね、はい、そういった面では、まあ、いいところもあるんだよね。投げてる感じは腕もしっかり振れてるし、ゆったりしたしフォームで腕しっかり振って、うん、まあ、キレある、まあ、田島のおとなしいバージョンな系だね。田島ちょっと激しいからね、あの投球フォームがっていう感じで、まあまあね、ここからどう伸びるかは、うん、まあ、ポイントになってくるけども、はい、まあ、全体的なドラフトといえば2021年向こうの時がちょっと怪我でね、うん、トミー・ジョンで、まあ、来年以降どこまで復活してくるのかっていうところもあるし、育成行きましたよね、うんうん、でまあ、野口ね、はい、野口に出てきましたからね、うん、で小木田ね7位、ここは今年頑張ったからね、まあ、徐々に評価はねこの年のドラフトも上がってくるかも分からないね、はい、で20年こう山下俊平とね、うん、1位っていうところと、うん、6位の阿部ね、うん、もう頑張ってるしね、はい、まあ、北辺りもね、もうちょっと出てきてほしいですね、うん、で19年宮城くればやしたからね、だからここら辺の地道なドラフトが主力になってきてるのも大きいよね、うん、でドラフト1位がほぼ全部活躍してるからね、本当そうですね、うん、で18年が太田、頓宮、うん、で義母、うん、で甲斐、長川、7位活躍するね、本当だ、一番下小木田、阿部、長川、一番下活躍するね、でその前田島でしょ、うん、1位いいですね、1位いいね、比較的ね、1位比較的みんな主力です、うん、やっぱね、弱かった時はね、1位当てきれてないね、本当だ、うん、比較的、毎年1位がいいもんね、うん、やっぱ2000 14以降みんないんじゃないですか、うん、まあでも11から足立もいいし、松葉もいいし、うん、吉田もリリーフで光ったところもあるから、はい、全く戦力になってないっていうのがないからね、うん、必ず戦力になってるっていうところでは、まあそこら辺がね、うん、10年ぐらいかけていい形のチーム力になってきたのかなっていうところはあるんで、はい、まあ、1位がしかも比較的独自路線だからね、そんな抽選してるイメージないもんな、うん、多分木の木も単独でしょ、はい、山下俊平太も単独でしょ、うん、多分宮城も単独だよな、これ佐々木朗希の時だもんね、あそうか、うん、で太田亮も単独だったし、うん、田島が9時か、あそう、確か田島は9時だったような気がする、ここも単独かな、でも吉田も単独だし、ね、うん、山崎幸也も単独だし、山岡も単独だよね、だからもう単独で着実に1位取って、それがチームの主力になっていってるところが、やっぱこれがやっぱスカウトの素晴らしさやな、はい、ね、独自路線で行ってそれを当てるっていう、うん、だって別に誰でもいいんだからね、うん、ドラフト1位なんてさ、その選手は別に人気投票なわけじゃないからさ、はい、活躍する選手を取りに行くっていうところでは、まあ、こういうふうにドラフト1位が着実にチームの主力になっていって、うん、あとはそのね、2位以下で取った選手も集めまして頑張っていければ、うん、はい、そしたらやっぱチーム力上がるしね、うん、まあ、そういったのはもうこのね、長年のね、しっかりとね、ブランドとか名前とか肩書きだけじゃなくて本質をしっかり見抜いて競合しないでドラフト1位の着実に活躍できる選手を指名し続けて、それがチームの中心になってきているところがこの3連覇にね、導いているところかなっていうところもあるんで、まあね、来年再来年この外にもね、多分いい感じになっていければドラフト1位がねチームを支えていくから、はい、チームとしての頑張りも増えるし、あとはまあ高校生がね、うん、どこまで伸びてくるかっていうところは未来に向けてはポイントだと思うけども、まあといったところではね、はい、まあ、ドラフト振り返っていっても、うん、まあ、さすが3連覇してるね、はい、チームだなっていうところのドラフトが伺えるんで、うん、はい、まあ、
去年のドラフトはね1年間の評価時代では C だけどもね、はい、まあ、ここからどこまでね頑張っていけるのかっていうところはね、うん、まだ見返していく必要があるんで、まあ、ソタニあたりはね来年にはローテーションにね怪我なければ入ってくるし、この木の木もね、うん、怪我から復帰してくれればね、うん、初登板ノーヒットノーラン仕掛けだからね、そうでした、うん、そういった面では、うん、あのより厚みを増すんでね、はい、怪我からの復帰は待ちたいなっていうね、うん、まあ、ドラフトはいいドラフトしてますね、はい、はい、さあ18年ぶりのリーグ制覇、はい、阪神タイガースのドラフトチェック、はい、ということで、うん、昨年のドラフト1位森下、はい、ね、2位門別、3位坪、4位茨城、5位戸井、6位富田というところで、育成は野口、はい、球団代表理っていうね、はい、ところで、何て言ってますタイガースは。タイガースは、はい、年齢、高専ポジション、順番が、うん、の意図が明確で、うん、トップレベルに完璧なドラフトって定めてますね、うんうんうん、去年のドラフト後、はいはい、で森下選手は一歩間違えたら牧選手レベルになれるぞ、うん、で2位から5位まで高校生指名、今の現状即戦力は必要ないって考えてるんだろうねと、うん、で6位で社会人の左腕の富田投手を獲得できたのが危機管理的な面では大きいんじゃないかって言ってます、うん、そう当たってるのいい感じで、そうですね、朝の強豪で行って外したけど、はい、うん、未来は分かんないけど来年1年間だけ見たら森下の方が良かったって言って、うん、しかも森下、はい、バキレベル、うん、大きかったな、いやー、かなりいい活躍でしたしねえ、うん、であといつも選手もね2軍で結構打っててね、うん、春先ね、うん、えげつないぐらい、今どこぐらいまで落ち着いたんだろうね、2割6分1厘結構落としたね、打率3割4分ぐらいあったもんな、あ、そんな、うん、でホームラン3本、はい、まあ、ここら辺はね、うん、あのまだ高校生だからね、そうですね、うん、ここから経験積んでっていう、2、3、4、5は高校生です、うん、で、戸井、はい、戸井選手、内野手、はい、2軍で1割1分9厘、ホームラン2本、うん、ここはまあね、あの修行していきましょう、はい、ね、で、ピッチャー門別君、先生の推しでしたね、推しだった、うん、でもフレッシュオールスター見たけどよかったよ、うーん、いい感じで2軍で2勝2敗 3.12、うん、6先発、まあ、結構いい感じで11試合投げてる、うん、投げてるよね、はい、で茨城、2軍で1勝3敗、うん、9試合5先発 6.12、 まあ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 投げてるね、高卒だしね、はい、で、富田投手で、はい、2軍で 1.60 だからね、うん、でも先発してるね、うん、12先発、あ、2軍でそんな投げてるんですか、5勝2敗、2軍で先発して 1.60 だったらすごい、はい、いい感じだね、うん、1軍でも1勝1敗、先発1回だとリリーフ、まあまあでもドラフト6位でって考えたら、うん、いい感じの危機管理能力でいいやんな、はい、たまに使ってね、2軍で結果残してるから、うん、まあ、来年以降楽しみだね、はい、しかも高卒社会人だからね、そうです、まだ若いしね、あ、ほんと21歳だった、うん、だから今年22歳の年だからね、なった感じですね、うん、9月まで、うん、はい、っていうところでは、うん、まあ、昨年のドラフト、はい、評価は A です、 A、森下がいるから、まあ、そう、確かにそうですねそもそも、もう森下がいて B はないから、そうですね、うん、で富田はもうね、あの1軍でもちょこっと投げてるし、うん、だから全体で言えばもう森下引いた時点でええやろこれは、まあ、そうですね、本当あの今年だけの優勝を考えたら、うん、本当に抽選外れてよかったよ、はい、それ未来わかんないよ、うん、未来は浅野がすごいスーパースターになってかもわかんないけど、うん、1年間だけ考えたら、うん、でかかったよな、はい、森下って終盤一人打ってる時あったしな、うん、いいとこで打つしな、うん、しかもあの新人ホームラン2桁タイガース6人目なんだよね、うん、で右バッターは田淵さん岡田さんについて、だから岡田さん以来なんだもんね、右バッターでホームラン10本が、そう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 、それぐらいタイガースにとっても歴史的な結果を残した選手でもあるし、うん、はい、まあ、タイガースね、まあ、ドラフト総括で言えば、うん、岡田監督、うん、ほぼ浅野で行こうというのは前日からなっていたと、うん、外れたら森下と、うん、特に外野手の右打者が少ないんでね、即戦力として考えているんで、当然一軍キャンプからみんなと一緒に行きますと、はい、でくじ引きは周りから聞くと星占いなどは良かったみたいなんだけどね、ダメだったですね星占いまあまあもう占いですか、チャンネルごとに言ってること違うから星占いは、はい、まあでもね良、うん、かったですね、うん、森下でね、はい、しっかり1位がもう大当たりということで、うん、かなり大当たりで、本当牧クラスに、ね、うん、はい、なる可能性は十分秘めてるよね、うん、はい、近年のドラフトでね、うん、振り返っていくと、ちょっと森木今年ちょっとうまく出てくるかなと思ったけど出てこなかったね、うん、2軍で3勝4敗防御率 6.45 13試合登板6先発ちょっと振るわんな、うん、
でしかも村上大竹が出てきたからもう2枚減ったからな、うん、それはなかなかちょっときつかったなっていうね、うん、ところはあるけども、でも桐敷がね、桐敷、はい、も去年2軍で1点台でな、で今年来て一瞬先発もちょろっとやったよな、でもリリーフになって、でもリリーフになってよかったよね、はい、左が増えてね、タイガース的には。で2020年がもう神ドラフトなんだよね、これすごすぎますね、佐藤輝、伊藤将司、はい、村上5位で6位中野、うん、で8位に石井、5人全員主力です、はい、今年の優勝を全員で支えました、本当、うん、えぐいよ、うん、8人にとって5年全員一軍だからね、はい、で19年石井純也、石井純也出てくると思ったけどね、西純也ね、うん、出てくると思ったけど、うん、まあ、ちょろっと投げたけどね、うん、ずっとははまらなかったね、でここ及川が、うん、多分桐敷とかで負けちゃったね、島本に負けちゃったなって感じだね、うん、この3番争 い、井上がもう森下に食われちゃったっていう感じだよね、はい、でここ同じポジションに淘汰されていくとなくなっちゃうんだよね、うん、でこの小野寺、はい、ね、今はもういい感じでね、うん、あ、そう、小野寺さん育成ドラフト1位ね、うん、来てるからここは抑えでよかったよね、はい、で18で近本ね、2018でもいいですね、うん、で木浪、うん、ね、で湯浅ね、ちょっと湯浅怪我しちゃったけど、うん、はい、で小畑もね、まあ、ちょっと木浪に負けちゃったかなっていうね、うん、感じあるけど、17年馬場高橋、高橋も怪我しなかったらね、スーパーだったのにね、はい、で島田、うん、で大山ね、まあ、16年大山がね、あの時はなんで大山やねんみたいなね、ボロカスメディアも含めて言われてたけど、はい、大成功ね、うん、この年もでも結構いますね、佐伯、うん、浜地、糸原ね、うん、だからハマる時が熱いね、はい、で15年、うん、坂本2位ね、青柳、青柳投手5位だったのか、うん、高山ね、うん、ここら辺からのね、やっぱこの15年からのドラフトのこのねチームの作り方が非常に良かったかなっていうね、うん、そうですね、やっぱこの20年やな、うん、20年も SS クラスやな、うん、ドラフトもスーパーやな、 SS 超えてるぐらいの、えげつないね、うん、正直キンキンのドラフトの選手たちがね、うん、頑張って大当たり引いたっていうのは、ね、はい、近年のドラフトずっといいですね、うん、まあ外国人に頼ってないからね、これでもし外国人がサンタナとかクラスが外野にいたら、うん、えげつなかったな、そうですね、うん、でもすごい私的なすごいよく言えば、うん、私多分新人王予想を森下選手にしてる気がするんですよね、そうですよ、あ、新人王はね、まだ出てないですけど、新人王は村上です、いや、そうなんですよこれ確定です、いや、それは、ね、あったとしたらもう特別賞だね、 あったとしたら、そうですね、うんうん、新人王はもうセリーグは村上、うん、でパリーグは山下俊平太です、あ、そうですねいや、同じ阪神からそっちだったらもう誰もわかんないですね、うん、あれはもう僕富田君予想してたからね、あ、そうでしたっけ、富、ね、うん、あ、そうか、富ですね、富のね、うん、ということでね、はいまあタイガースとしてはやっぱりこうね、やっぱキンキンやっぱ取れ大事だね、うん、ドラフトが、いや、まあ、優勝する、やっぱりこう見てみるとやっぱ優勝してるチームはドラフトでやっぱりチームがガッてなってるから、うん、やっぱできてないチームっていうのはやっぱそこがガッてなりきれてないもんね、うん、まあ、それはもう単純明快だけども、うん、そういった意味でもね、はい、さあ明日からかな、はい、各球団の今年どこのポジション、うん、誰を取った方がいいのか、はい、12球団、うん、ドラフト前企画スタートしますから、はい、ね、うん、まあ、ここまではおさらいでしたけど、うん、ここまではね未来を語るでしたけど、はい、あ、過去をね、うん、過去を振り返るでしたけども、うん、明日からは、はい、未来を語ってね、はい、明るいチーム作りを、ね、はい、やっていきましょう、はい、ということで、12回ドラフトチェックありがとうございました、はい。